Vâng, vâng ạ よろしくお願いいたします。このところ、百田さんと一緒に、あちこちで。え、もうこの10日ぐらいで3回目です。そうですね。この前は百田さんのインターネットテレビの。はい、私の、あの、百田直樹チャンネルに、桜井先生出ていただきまして、その後にまた、あの、虎ノ門シアターの8時入りというニュースで、これまた2時間生放送でやっていただきましたありがとうございます。今夜は私の方の言論テレビにおになってだい。ありがとうございます。行ったり来たりですそうですね。百田さん はい、あのこのところ本当に日本が世界の中で大きな役割を果たすんじゃないかと思われる、うんうん、そのチャンスがいくつもいくつも形になって出てきていて例えばですね11月の初めに日中韓の首脳会談が開かれました、うんはい、でこの中でやっぱり日本がしっかりやっていくにはね 中国の脅威というものをもう現実のものとしてしっかり見るところから全ての経済においても安全保障においても外交においても歴史問題においてもその日本のこの取るべき道が明らかになると思うんですけどもこの辺やっぱり日本人はあのまあ うんと気がついてはいると思いますけどもまだまだ実態を見てない人たちもいいるみたいなそうですね私が思うには<え>、えー、実は、ねあのま、最近、中国が南シナ海、はい、それから、まああの他にもです、ねまあ、国内問題でも、うん、それからあの本当にその太平洋に関してどん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 侵食していく、うん、でそのことで、えー、いわゆる東南アジアの諸国あるいはオーストラリアとかニュージーランドも、うん、あ,あるいはその遠く離れてヨーロッパの国もこれはちょっと中国あかんぞとそ<う>やりすぎやと、うん、ひどいなということを、ね、ようやく気がついてきた。 ところが今世界の国見てですね、うん、実は一番気が付いてないのは日本人じゃないかなという気がするんですよね日本人は昔からねあのなんとなく中国に対してはあなんか親近感を持ってるとかあって。 中国の古典も好きですし、うんはい、えー、三国志とか水古典っていうのは日本人が大好きですからね。はい、ところは、えー、そう、ところはそういう中国で僕らが呼んでる中国の古典の国とは全く今の中国が違う国だということをね、うん、多くの日本人に知ってもらいたいなと思ってそうですね。で、うん、まあこれがね、本当に日本人はあんまりよく知らないということだけじゃなくてですね、 実は政治家も知らないんじゃないかと思うことが多いんですよ、ね。その国民は中国やっぱりけしからんと思ってるわけですよ。その、うん。 記憶あのユネスコの記憶遺産の心ある人はね、うん、でもいわゆるその政治となると、ねうん、意外に親中派の人たちってまだたくさんんいるんですよねあの野党の人たちはみなととにかく君,ら君たちはまるで中国のその党の共,中国共産党の支部かというようなそういう発言をしますよね <laughs>、はい、あの国会なんかでも、えー、それはもう完全に日本の国益じゃなくて中国の国益を代表して喋ってるなという、うんまあ、そういう野党はたくさんいるんですが、はい、実は 厄介なのはまあ野党は置いといて置いといたかなんのですけどは、えーえー、実は自民党の中にも、うん、まあ死し心中の虫と言いますか、うん、ええー、それ中国のその工作員かと思うような、うん、そういう方結構いらっしゃいますよね。うんうんえー、どんな人のことですか。えっ、ー、とねまあいっぱいここで名前言うといいからいうふうなんですけどね。<laughs> はい、はいろ、はいろ名前あるんですが、まあ最近はそうですね記事になったことでまあニュースになったことで言いますと、うんえー、野田聖子さんが、はい。 えーえー、BS のテレビ番組で、えええー、今週ですかねちょっととんでもない発表をいたしましてあの、ね、ここに実はですね時事通信が配信した野田聖子さんの「うん 発言があるんです、ね、<ー>ちょっとこれ読んでみたいと思うんですけども4日の夜の BS 日テレの深層ニュースという、えーね、そうですね、はい、で番組で、えー、中国があの南シナ海で作っている人工の島のことについてですね、はいえー、直接日本には関係がない、えー、南沙諸島で何かあっても 日本は独自路線で対中国の外交に徹するべきだと語ったとこれ時事通信が報道している、はい、もう一つあってですね、はい、野田さんは難査の問題を棚上げするくらいの活発な経済政策とかお互いの目先のメリットにつながるような二国間交渉をやっていけなければいけない難査の問題棚上げできるわけしかもその。 その南シナ海で何があっても日本は関係ない。関係ないと。これ政治家の発言ですかね。えー、ちょっとひどいですね。もう、うん、その国際認識とか、えー、いわゆる中国のそのいわゆる武力の問題とかあのいわゆる周辺危機に対する圧力を一切無視してますよね。いやあまりにもねおかしいと思うのはですね、うんうん、今その国際社会の中で。 南沙諸島で中国がやってる蛮行ですね、埋め立てて、軍事要塞のようにして、もう3000メートル級の滑走路を作って、そこにアンテナ立てて、深い海のところに港を作って、その空母も入れるようにしたりということで、南沙諸島で中国がしていることに対して、みんな戦々恐々と恐れを抱いて世界の国がね、特に周辺国なんかもどうなるという感じですよね。中国大陸がこういうにあります。そしてフィリピンがこういううにあります。 で、えー、いわゆるスプラトリー諸島、南沙諸島というやつがこの辺にあるんですね。フィリピンのすぐ近くに。ええ、で,でここを中国が自分のもんだと勝手に言い張って、うん、そしてここを自分のものと言い張ってるから、この辺の海が全部自分のもんだって言ってるんですよね。そうなんです。ひどい話ですよね。うん、中国は南シナ海を地球儀で見ますとね、はい、あのちょっと細長い縦長の海になるんですけども、この細長い縦長の地球儀上の海をですね。 八割以上九割型中国のものだと言ってるんですね。うん、でその根拠は何かというと、千九百四十年代の後半に国民党がこの九つの線をこう引いたこれが根拠で何の国際法にも何にも基づかないんですね。で、はい、このあのアジア安全保障会議というのがシンガポールで毎年あるんですけども、去年中国のその人民解放軍のナンバーツーの 王中という人に対してフロアから質問が出て「あなたの国は南沙諸島、うん、もう8割9割型中国のものだ」と言うけども、うん、国際法の根拠は何だと聞いたんですようん、うん、そしたら国際法なんて関係ないと、うん、もう2000年前からこの中国の領有権は決まってるんだって言ってもう品質を買ってしまったんですね。 全くどこの国にも相入れないもんですからね。えーえー、まあ、それはちょっといった置いといて、はい、えまあそれほどのその中国のその横暴に関してですね、えー、えまあ今回の野田聖子さんの発言はですね、えー、それを認めている発言ですから、<coughs> これですから完全に中国の攻撃に沿った発言なんですね。で,ね、はいでえー、私は私は情けないのはね、うん、野田聖子さん。 ええー、まあ一部ではね、うん、日本初の、その、女性最相になるんじゃないかというふうに持ち上げる方がいらっしゃいます。はい、ええー、それから、あのこの間も、その、総裁選に出るって言って、はい、もう出る直前まで行きましたよね。はい、でね、ええー、つまり、まあ日本の首相いわゆる、その、首相の座を狙う。 といいうぐらのの立場の方でですすねね、うんうん、これがです、ね、全く日本の国益関係、まあ、日本の国益が置いといてそれいわゆる世界の平和とか秩序をです、ねえー、無視して、うんえー、中国の国益にそういうような発言をするこういう人が果たして首相で首相こ,れこういう人が首相候補というこの自民党の情けなさというのはびっくりしたんですよね。 <laughs> リベラルであることは確かなんですけども、うん、この発言時事通信が報道してますけども、うん、あの本当にそのような発言をなさるということは、うん、勉強あまりにもしてないですね、うん、そしてその世界が今何を問題としているかということについての、うん、政治家としての自覚というものがなくってやっぱり自民党の中にこういった人がいるっていうこと自体がですね、うん、やっぱりその自民党の 何ですかね、その党全体としての印象を悪くしますよね総裁選、まあ、結局出ませんでしたけど、はい、あの時も私はね、ちょっと相当向かって。 あの頃はちょうどあの安保法案が通るか通らないかということで,、はいでえー、いわゆる自民党はもう,もうまさにその一心となってその法案、うん、解決に向けて動いてたわけですね。うんうん、でちょうどその最中にいわゆる、まあ、たまたま総裁選があったんですが、うんあまあ、結局無投票だったんですが、えー、もし仮に野田聖子さんに推薦人が何人か集まってて総裁選になったとしたらですね、うんえー、安保法案という日本の運命を決める一番大事な法案の最中に自民党が 二つに分かれてまたそうやれようなあかんというねこれを大きな安保法案にとってマイナスになるんですよね。うん、そで,ねでそういうことが野田さんが分かってなかったのかと思ってね。まあ、まあ、幸いにしてね結局推薦に集まらなかったてまあ最低限のいわゆる自民党の良心運がそこにまあ、うん、現れたかなと思ってちょっとほ,うん、うん、ほっとはしてるんですけど。うんうん、まああのあれですかねその自民党 今、安倍総理の下でしっかりやってみることはすごくしっかりやってると思うんですね。うん、歴史的なことをたくさん達成してますから。はい、でも、やっぱりものすごく選挙で勝ったことによるこう気の緩みみたいなものがこういろんなところに出てきているのかなという気がしないでもないんですね。うんうん そうですね。あの、この選挙というやつがまた厄介なもんでね、はい、あの、まあ、日本は長いことね、あの、本当に、今日本は戦後70年最大の危機を迎えてると思うんですが、えーえーえー、これがね、10年前はこんな危機じゃなかったです。うん、で20年前もそうじゃなかった。うん、えー、ですから日本はその戦後しばらく50年、60年の間、うん、割合、割合というか、まあ、あの、見せかけ上は一応平和な国であって、えー、で、言うてみれば、こんな言い方したらあかんのですけど、まあ、誰が政治家だとも、 なんとかやっていけたっていう、うん、そういうような時代でもあったんですね <laughs>、はいで。そうなってくると政治家はですね、一番の目的は選挙に通るか取らないか、議席を取るか取らないか、うん、これが大事。うん、ところが、今の、その、まあ自民党だけじゃないんですけど、今の議員見てますとですね、いまだにまだそこが、 つまり、選挙に通るか通らないかも一番、もちろん議員は誰でもそうなんでしょうけど、その通るか通らないかを一番に目的、自分の議員人生の目的のトップに置いてるという方が多いんでね、それがね、一番如実に現れてるのは、今、の大阪やと思うんですよ。大阪、はい。今度また大阪市議選と、それから市長選がありますけど、この大阪自民府議連ですね、大阪 自民の大阪府連はですね、はいえー。今度いわゆる、まあ、橋本の大阪維橋本さんの大阪維新の会に対抗するために。はいえー、選挙に勝つために、共産党と手を結んでるんですよね。自民党がね。はい。これね、大変なことですよ。これ、でも、自民党の党の決定ではないでしょそうですよ。えー、はい。 ね、大阪府連が。<や>はい、大阪が、はいで。本来はですね、その僕はもう、まあ、理想論を言いますと、ちょっと諸政治みたいな理想論ですけど、政治家というのは一番大事なのは、えー、政策であり、思想信条であり。そうですこれが で、そしてその思想、信条自分の政策、えー、自分の理想とする、これをその達成するために、まあ、うん、選挙という、まあ、見そぎというか、うん、あるいはその手段を得て、うん、まあ、議員になるわけですが、はいえー、ところがですね、今回その大阪、自民の大阪フレンがやってることはですね、うんえー、全く政策的に相反する、もう水と油、あるいはもう、その思想、信条でも180度を異なる、うん、そういう団体とですね、共産党と手を結ぶということはですね。うん、要するに 選挙に勝ちたいがたたたいいめめだだけけなんですよねうん、うん、議席を取りつまり彼らのもう一番の目的は議席を取るということをもう今回のういわゆる共産党と手を結んだことによってもう自分たちの本音を暴露してしまったなって感じがするんですね。あの百田さんがおっしゃったのは柳本さんのことですかね。<laughs> 柳本さん、はいね、あのね私ね柳本さんにはね、うん、あの平沼武夫先生を、うん、あの介して紹介されて。 あの平沼さんのことを非常に柳本さん尊敬してるというので平沼さんから頼まれてですね 柳本さんの書いた本の帯に推薦を書いたことあるんですよ。うん、その方が。いもたね本当 <laughs> そうなんですね。<laughs> あの、それでね、その方が今、その共産党と一緒の選挙官の上に乗って、うんえー、その、なんていうんで、スピーチをしてるというのはですね、うん、やっぱりこれ、どう考えてもおかしい。うん、も本当に今おっしゃったように、自民党と共産党が手を結ぶということ自体、本当にもう、 これは有権者に対する裏切りですね,ですね政治信条に対する裏切りです、ねうん、だからそうなってくるとねその、ええ、いわゆる投票者有権者はですね、ええ、どういう基準で票を投じていいか分からないんですよね、ええええ、全く違うことを言ってる団体が手を打すわけですから、ええええ、それでもいいから入れてくれわしらにこれはちょっと入れられませんよね、うん、これはねその自民党の党としてもすごく迷惑がってると思うんですよ、うん、ただしここれをこう コントロールすることができないというのはどういうことなんでしょうかね。そうですね。あの、また、あの、国政といわゆる地方自治体。 地方自治体とはまた違う。独立してますからね地方議会とはちなみに今出た柳本さんはねこれは確か父親さらにそのおじいさんですが確か三代続いて市議やってるはずなんですよね確かそうやね。そうするとですね例えばもうこれ全国のいわゆる市会議員県会議員みんなそうなんですけど今日本の市会議員県会議員とかいうのがですねいわゆる一種の会議

だから本当にね、日本は戦後70年、こう本当に世界、まあ安保のおかげで、うん、ぬくぬくと、うん、いわゆる平和を享受して、うん、そして、えー、まあ昭和30年代にこう所得倍増計画、それから、はい、さらに高度経済成長で、はい、もう完全にいわゆる国防とか、いわゆる国のあり方をどうするかということをそう、ほっぽってですね、はいはい、もうただ金儲けと経済だけに邁進して、うんうん、それでまあ日本は大金持ちになったわけですけど、うんうん、まあこの50年、60年代に大事なことを忘れましたね。ねえ 本当にね、うん、今ねその大事なことを忘れたのを取り戻そうというのがね、うん、やっぱり安倍政権だろうと思うんですね、うん、例えばさっきちょっと日韓 あの日中韓の首脳会談の話をちょっとしましたけどもあの首脳会談する時もね韓国はこの慰安婦問題でねあのあごめんなさいこれは会見ですけども韓国は慰安婦問題でその日本国の謝罪というものを前提条件にしていたし中国はですねここにあるように首相が靖国参拝をやめなさいと。 尖閣は中国の領土であると認めて、尖閣に領土問題は存在しないんだということを認めなさいと。この二つを中国は首脳会談の前提条件としていた。<laughs> この 韓国の前提条件、慰安婦についての前提条件、中国の前提条件、全部認めないで安倍さんはこの首脳会談を実現させた、つまり中国と韓国が譲って日本の外交的勝利だったという結果になったわけですね、ここまで来るのに、ものすごくやっぱり安倍さんは苦労して、やはり日本の力を強めなきゃいけない、状況がいかに厳しいかということをその認識して対策を取らなきゃいけないというところに立ったわけですよね。私ははそれは すごくよくやってると思うんですがこれからもう一歩先に行かなきゃいけないんでしょ、うん、日本国を変えるために、はい、これ憲法改正だと思うんですね申し訳通りですねでも、はい、今の自民党を見てるとこの憲法改正のにどれだけその積極的なのかというのが 見えてこないんですそうですすそうねまだに、さっきの話ですけど憲法改正を口にすると、えー、自分の地元では次の選挙で落ちるんじゃないかというそういうばかなことを心配している議員がたくさんいますからね本当にその日本国の将来、えー、日本の20年後、30年後あるいはさらに50年後の日本の安全というよりも、えー、次の1年後、2年後の自分の,その選挙を心配しているというね。うんうん まあ、情けないですよね。本当に、その、うん。そうです、ね日。日本のことを考えてもらいたいなと思いますけど、うん。あの、南シナ海はね、うん、もう、本当に中国はどんどん七つの海を埋め立てて。うん もう東京都も個分ですか、うん、大阪の方たちは甲子園球場あれだと260個分ぐらいなんですってね <laughs> ああなんだかすごい面積を埋め立てて、はい、もうどんどんその軍事要塞化している東シナ海我が国の海でも、うん、中国が新たに12のプラットフォームを作って、うん、前のと合わせると16個にあってしまってこれをずっとある意味つなげるとです、ねうん、ものすごいその最前線の軍事基地になるというような 状況が生まれていて、はい、中国に対してこれはアメリカがラッセンという あの船を入れてですね警告を発しても中国はやめようとしないわけでしょ、うん、で本当に今緊張状態があって各国々ともに自分たちの国をどうやって守ろうかとかね自分の国をどうやって守ろうかということが最大のテーマになっている時にやっぱり野田聖子さんの発言にしてもですねあまりにもピントが外れていてこの安保法制をやり遂げたことは素晴らしいことだけどもこれで大丈夫かな もうちょっとやらないといけないんじゃないかなということをやはり政治家には考えてほしいと思うんですよね。もう本当にその通りですね憲法改正ということがすごく大事なテーマになってくるでもそれに対して日本人が気がつかないとしたらなぜ気がつかないんでしょう日本がいかにいい国だったか前はどんな国だったかということについてあまり思いがこういかないんでしょうかね。 あのー、これは僕は、まあ、いろんな理由があると思うんですけど、うん、ま、日本があまりにもその、まあ、世界に比べてこの70年、えー、平和に、 平和に行き過ぎたということです、ね、一見平和ね。一見平和。<で>うん、あともう一つはですね、その間に、ええー、まあもともとのお、一番の最初は、まあアメリカの新旧軍がですね、日本に自虐士官、自虐思想を植え付けたいことがあるんですが、うん、まあそれにちょうど乗っ,、えー、っかった形で、まあ日本のいわゆる左翼、うん、リいわゆるリベラルマスコミがですね、はいはい えー、戦前の日本はいかに悪かったかと、えーえー。ほっとくと日本はどんどん悪くなるんだと。自分たちだから自分,たち自分たちが日本を平和にするんだ。だから自分たちのことを聞く,、えー、聞くんだという。まあ、その、えーえー キャンンペーンをももう何十年も張り続けましたよねですからその、まあ今で、今でこそ、ね、ようやくその世界世論、えー、も変わってきてですね、うんえー、憲法おかしいんじゃないか、憲法,うん、憲法改正すべきじゃないかということを言い出すようないろんな人も出てきました。うんうん、けれども、えー、これが例えば20年前、30年前はですね、憲法改正を口にしようもんなら、 社会的制裁を超えられましたよねそうですよね、はい、それでね今百田さんおっしゃったように、ま、以前の日本はすごく悪い国だったんだ、うん、つまらない国だったんだというけれども、はい、ちょっと昔を振り返ってみると、うん、ものすごくいいことたくさんあるんですよね素晴らしい国なんです例えばね、はい、これあの、はい、福沢諭吉の、はい 学問の進め、はい、慶応大学慶應義塾を作った方ですねでこれ実は私あの友人にいただいたんですけどもこの福沢幸一がこれを書いたのは明治5年から9年にかけて連載した記事をその一冊の方にまとめたものですよねこの一番最初に出てくるのがですね「天は人の上に人を作らず人の下に人を作らずと言え」ものすごいこの平等主義 ですよね。どの人もみんな同じなんだと。はい、生まれてみんな同じようにその機会を与えられ、うん、同じようにいろんなことをする権利があるんですよ、自由があるんですよ、ということを書いた素晴らしい本ですね。でこのね、本が当時、どのくらい売れたか知ってますいや、知らないです。で百田さん、永遠のゼロ、何百万部いきましたえっと、累計で500万部近く。わあすごい。500万部近く。えぇ これが300万部だったの。ああ、これ300万部、うん、これ3 0すごいでもね、人口がね、3000万人。はい,はい、はい。だから、約で、はい、さ、1億2500万人の時に500万部売れた。はい、これは、はい、今で言うと、1250万部売れたことになる。すごいなーすごいでしょすごいです。それでね、はい、これ、明治5年、9年の、まだ、あの、 あの開国してて年も経っいいない時ですよ、はい、でそれはまだねあのあのお百姓さんもいたし武士はまだちょんまげを切ったばっかりだし、うんはい、でも日本人の識字率も70%だったんですね。うんうん、で国民の1割がこの本を読んだ。 はい、でそれがね天は人の上に人を作らず人の下に人を作らずと言えり、はい、そして本当にみんなに学びなさい、うん、学ぶということで人間を磨きなさい、うん、日本だけではなくて世界のために働きなさいということを教えたわけですね。うん、でこのようなこの本を読んだ国民が三千万人、うん、当時のアメリカの国民、日本にぎゅーっとこう黒船外交で。 開国を迫って、やってきて、不平等条約結ばせて、私たち、その頃、国際常識、情報、鎖国して知らないから、知らないで。違い方けって、な、なるほわかんない。そうそうそう。結ばされたわけですね。結ばせたアメリカの人口も3000万人なんですよ。 あそうやったんですかだけども向こうは先に工業化をして、はい、もう先にそのものすごい経済を築いて軍事もたくさん持ってて、うん、同じ3,000万人同士で太平洋を挟んで相対峙したらこっちが圧倒的に弱かったわけですねで、うん、でもそういった中でね。 日本はね植民地にならなかったんですよこれはね明治のちょうど明治明治の頃それから幕末の人たちが偉かったですねそうですそれでね私はね、うん、この本をね、うん、3000万人の国民の中のね300万部が売れた これだけ人間としてね学びたい、知りたい、うん、立派な日本国,国民になろうという精神があったから、うん、私は日本国はねその植民地にならずに済んだんだと思うんですよ。うん、あの当時、アジアの国々は日本とタイを除けば全部、いわゆるその蝕まれてしまったわけでしょ。はい だから、私たちの先人、うん、たった百何十年前ですね。うん、こんなに立派な人たちだったんだということを知ることだけでも、うん、戦前の日本が悪かったなんてことはいその絶対あり得ないというふうふに思うんですよね。そうです、ねうん、一言よろしいですか。 欧米はですね、まあ、アジアの諸国をほとんど植民地にしました。はい、まあその前にアフリカは全部取ってました。えー、要するに世界の国はもうアジアもアフリカも南アフリカ、南アフリカも全部取られてました。はい、欧米人にね、えーえー。その欧米人はですね、例えばもう、あのー、アジアの国をやっつけるときにですね、一つのパターンがあるんですよ。うん まずその国に内乱を起こさせるんです。内乱、はい内戦が。内戦状態を起こさせる。はい、つまり、えー、2つの政府があるような形で内戦を起こす。そうすると、その同じ国民同士が争って争って、うん、主権をもう取るために争って、うん、そして、もうこの国が疲弊しちゃうんですね。うん、でそこに、やすやすと乗り込んで取っちゃうんですよ。なるほど。えー、ですから、あのー、当時フランスもイギリスもですね、うん、日本に内乱を起こさせようとしたんです。なるほど。つまり幕府軍と はい、官軍、あの<え>天皇のあれ<え>それは2つ戦わせてそして日本がこらぐらいになってもうお互いにボロ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 になった時にそこをやすやすと占領しようと、うん、で、えー、実は勝海舟はそれを見抜いてたんですね、はい、でこれではいかんと、うん、だから幕府軍とお官軍がまともに戦ったんでは絶対にどちらが勝ったにしても、うん、日本は西洋列強の植民地になると、うん、ですからまあ最後の対応でそのいわゆる、えー、世界の歴史上珍しいですねあの、うん、政権交代が無血会場で終わったっていすごいです 江戸城無ですよ、はいはい、しかもね江戸城に入っていた官軍は、うん、もうその江戸城の,その道から何から、うん、きれいに掃き清められていって、うん、もうその美しく整然とした、うん、あの様子にですね、うん、みんな感動したっていいますね。こんな お城の明け渡しって他の国でではないですよ、ね、世界にはどこにもないです、うんえー、この時も、ね、あの西郷隆盛はあ、ま、もう生まれついても戦ずき何としても慶喜のあ徳川慶喜の首を切るんだ、はい、で首を張れるんだそのためには、うん、江戸中を焼き払ってもいいと、うん、つまりもう江戸の町を全部あの,の海にしてもいいんだっていう,、うん、いう覚悟やったんですけど、はい、その時にその勝海氏が乗り込んで西郷隆盛 そのあのいわゆるこんこんとといたんですよね。うん、それで最後のとか俺はわかりましたというふうに。うん、それで大きな戦いがついに回避されたんですね。大変なことですこれ。すごいですね。はい、<laughs> その当時の日本人の立派さはね、うん、明治になってもずっと受け継がれていて、うん、それは指導層だけではなくって、うん、庶民に至るまで受け継がれていたんですよね。これね今日のね。はい あの今日の読売新聞ちょっと切り取った読売の朝刊なんですけどもちょっと日本とトルコをつなぐ沈没船和歌山沖で遭難した125年前ですよとイスタンブールでそのあの遺品展が行われていますということなんですね。でこのあの船のあ船 エルトゥールル号というなんですけども、はい、これ明治日。日本には忘れてますけど、トルコの方、はまだにこれよく覚えてる。んですねそうなんですよね。はい、これ明治二十三年に、このエルトゥールル号が和歌山県の串本。 串本町そこの沖で、はい、遭難をして、はい、夜10時ぐらいですねでそのあのみんなが海に放り出された船員の一人がその崖をよじ登ってそこにあったあの島の灯台のと,ところに助けを求めに行って村人たちがすぐに飛んできて夜10時ですよ、うん、今と違って光も何もない時に、うん、みんな海に飛び込んであの69人のこの乗組員を助けたんですよね。うん、でこの 村は小さい村でまあ貧しい村ですよね。うん で食べ物もそんなになくて自分たちが食べる冬のために取っておいた備蓄の食料を全部出して、うん、もう遭難した人をこうやって温めて幕府幕府じゃない政府からです、ね、正式の助けが来るまで本当に手厚く看病してあげたんですって、うん、でこの69人の人はね明治政府の派遣した金剛と比叡という 2>,、うん、2つの軍艦これでその当時のオスマントルコ 今のトルコですねまで無事にお送りしたんですね。でも明治の二十三年というと、明治二十二年に憲法が発布されて、そして明治二十七年それから明治三十七年と私たちは日清日露の戦争をするわけですね。その前ですよ。だからまだ力はすごく小さくて、この軍艦なんか限られたものしかなかったのに、そのうちの二隻を このために裂いてですねずっとこれここに地図があるんですけどもこれはこのエルトゥールル号がイスタンブールを渡って日本に来たこれルートなんですね、はい、でこのルートを今度は反対に逆に日本からずーっとこの69人の人たちを乗せてさっきのコンゴー比叡の2隻で送り届けたんですよ。は これすごいことだと思うんですよね。すごいですね。いや、普通に例えば、イスタンブルが出てですね、日本に作るのに、これ1年かかってますからね。そうです、そうです、そうです。ですから、当然、あの、向こう持っていくのも相当時間かかるんですよね。もちろん、これはいろんなところで寄港して時間を費やしてるのもかかわらず、そういうことあったにしてはね、そのまま行ったにしてもやっぱり時間かかりますねでもこれ、行って、また日本に帰るわけですから、これ、大変な大航海ですよ。そうです。しかもね、明治の政府っていうのは、 着替えはしっかりしてあげたけども、うん、まだまだ十分な力はない時に、これをしてあげたというので、うん、トルコの人たち大変喜んで、うん、で、そのことを今、あの、百田さんおっしゃったように忘れていないんですね。トルコの方はね。そうなんです。はい、だからここにそのトルコのね、あの、博物館でこのようなその遺品展というのをしてくださってるわけですが、で、湾岸戦争の時に、うん、あの、 イラクがクウェートをあの攻撃して多くの日本人がそのクウェートで人質になったじゃないですか、はいはい、その人たちを助けるのに当時は自衛隊の飛行機もあの出せない、えー、民間の飛行機も行ってくれないじゃあ日本人の人質どうやって日本に連れ帰るんですかっていった時にトルコ政府がこのエルトゥールル号のことを思い出してくださって、はあ、トルコ政府が2機の飛行機出してくれて、うん、日本人を 送り届けてくれた、ね。はあ、日本政府も出してくれなかった。<え>ね、いや、日本政府は自衛隊当時法律があって、はい、出せないわけですよね。はい、で、民間が行くようなところではないというので、うん、日本飛行機出せなくって、うん、日本人をどうやって救うんですかっていうときに。 トルコが助けてくれたと、100年前先人の。百年前のことをね、そう,そうして、こう覚えてく、くださるっての嬉しいですね。しかもね、日本の先人たちがね、はい、この串本町の人たちが。夜の海に飛び込んで、ご、うん、自分も死ぬ危険がありますよね。うん、でも、六十九人を助けて、なけなしの食料を出して、うん、なけなしの着るものを出して。うん、本当に手厚く、その介護してあげたっていうことがね。うん やっぱりその大変なその日本の美しい物語として向こうの方たちの心に残ったんですね、うん、こんなふうに日本人って素敵な人たちだったんだないや明治の頃にはそういう話たくさんありますよね、ええ、いや実はこれ大正にも昭和にもたくさんありますけどねええええはい、百田さんもこういう美しいお話たくさんしてらしてでそのこのようなことを思えばね私今の日本の在り方 日本のあり方の根幹を、あの、形作っている憲法。うん、憲法というのは、日本人をも、貶めるために作ったものですからね。はい、これをどうして変えないんだろうと思うんですよ。そうですね。ねこれは本当に、あの、多くの人が知らないんですよね。日本国憲法って素晴らしい問題ということを。うんえー、いわゆる日教組とかですね。例えば朝日新聞とかが、もうずーっと言い続けてるものですから。うん、もう、だから、子供の時、何も知らない子供が、その日本国憲法って素晴らしい。世界に、最いた、あの、も世界にも誇る。 す晴らしい憲法なんだ、えー、戦争放棄の平和憲法なんだと思い込んでしまってるんで、うんうん、ですから両国憲法を変えなあかんとか言うと。うん えー、いやそれはもう戦前の軍国主義者かとか、うん、もうあの右翼かとか、うん、そういうレッテルを貼るようなそういう,こう空気に長いことなってましたよね、うん、でもこれはねあの多くの人たちが日本国憲法とは一体何かと、うん、どうやってできたのかという,こう基本的なことも本当は知らないからなんですよね、うん、だからちょっと日本国憲法を本当少し学ぶとこの憲法おかしいとすぐ誰も気が付くんですか。百田さんは、はい 日本国憲法がおかしい。日本国憲法を変えなきゃいけないというので、うん、まあ、その、私たちと一緒になって、ってね、今、その、憲法の映画を作ってくださってるんですよね。はいはい、その この映画を作るときにどういったところがやっぱり一番おかしい点ですか？その。あのおかしいところはねうん、うん、もういくつも挙げられるんですがうん、うん、まず最初にどうやってできたかいうこれがもう最初からおかしいですね。うん、あのマニュオ広憲法はねあの僕ら日本あの多くの知らない人は日本人が作ったと思ってますがこれは実は日本人が作ったんではなくて、うんえー、当時日本を占領してた昭和21年当時日本を占領してたアメリカの新中軍占領軍ですね、うん、占領軍があマッカーサーの支援によって作られた、うん、でマッカーサーが、ね。 もうその戦前の日本国憲法を壊して、えー、日本を自分たちの都合のいい国に作り変えようとでそのためにはまず憲法を自分たちの都合のいい憲法を与えようとでその憲法を、うん、作るのに、えー、当時 GHQ の民政局とてのがあったんですが、はい、その民政局にあの、はいえー、働いてる24人のメンバーを集めて、うんえー、日本国憲法の草案を作れと。うんえー、分かりましたでその24人は えー、法律の専門家は弁護士が3人いただけで、はい、あとはもう後の2人以上は法律何も知らない人だった。うん、憲法の専門家は憲法の専門家はゼロ。 そうですね。はい。あの、アメリカの弁護士はすぐになれますからね。はい。だから、日本の弁護士もだいぶ地位が低いですけども、その弁護士も憲法専門家一人もいない。あと残る20人の中にはですね、いわゆる21歳の女性タイピストなんか持ったぐらいだから完全にど素人の事務員とかそんなにいっぱいおったんですね。で、それに真っ赤サが、え案を作れと。わかりました。名誉からね、業務名誉からやりますと。え時間はどのぐらいですか ?1 週間。 <laughs> ひ一 <laughs> 週,<間> <laughs> 週間でね,ね<ー>、えー、日本国憲法あ、一国の憲法の草案を作れと。当然、草案ってできません、うんで。できませんから、彼らどうしたかというと、うんえー、東京都内にあったあ図書館に行って、うん、世界各国の憲法を。うん そこからコピーペーストしたんですよ。コピーペをやっちゃったんです。コピーペなんか今したらですね、試験も落ちちゃうし、はい、あの、論文さえも。論文否定されました。否定されます。はい。おぼかたさんもコピーペをしていたということなですね。それで十何年経ってから、あの、白紙号、あの、剥奪されましたね。つまりコピーは絶対弾けない。ところは、彼らは仕方ないでコピーをしてんです。コピーをしたんです。専門家、憲法知らないですからね。だから、ソ連のスターリン憲法。あ、これ、これ使える。あ、これ、通過。 あドイツのワイマール憲法あこれも通過を、うん、そうやって世界各国の、まあ、アメリカの独立宣言もリンカーのゲテスバーグ演説なんかリンカーのこの演説これを通過をと、うん、だからそうやってもう世界各国の憲法から集めてよし集めてできた憲法なんですよ。うん で、しかもその憲法がアメリカ軍英語で書けます。アメリカで英語で書けでで書きますから。うん、で、その憲法一緒に出てで、日本語に渡して、えー、これを翻訳しろと。うん、で、も翻訳期間はわずか2日しかなくて。二 2>, <ー>2日で必死で翻訳したから。だから,だからあんな変な日本語になってる。はい。もう日本語としておかしい。うん、あるいは翻訳ミスとかね、そんないっぱいあって、うん、未だにそれが一時も変えられてないという。はい はい、そうですね。それでね、その時にその憲法を作った時の一番参考に、ね、されてしまったのがアメリカの憲法とフランスの憲法ですよね。うんうん、でもこのアメリカの憲法とフランスの憲法はそれぞれの国の国柄を表しているわけで、アメリカもフランスも。 戦いの炎の中で国ができたわけですよ、うん、だってアメリカはイギリスから独立して、本国とものすごい激しい戦いをしたわけですね。フランスはフランスで、あの、あの、革命を起こして、そうです。はい、国王ギロチン大に送ってですね、血の革命を経て国を作ったわけで、ここではやっぱり国民民衆と政府というものがすごく対立をする構図ができていたわけですね。はいはい、でも このような国柄と日本って違うじゃないですか。全く違います。さっきおっしゃったように江戸城会場はね、はい、もう極めて静粛に行われたわけで、はい、もうずっと長い歴史の中でね、ものすごい激しい戦いをしたってことはないわけでしかも日本っていうのは、あの、長い長い神話の世界の中から生まれてきた皇室を中心として、その下に政治権力、経済の権力を持ってる人たちの権力と、 皇室の権威というこの二重構造の中で国を統治してきたわけですねだから日本の政府というもの国というものはある意味こう自然発生的に生まれた非常に穏やかな国柄ですよね、うん、その穏やかな国柄のその国の根本である憲法をもう非常に激しい戦いの中から生まれたアメリカやフランスのものを持ってきて コピペをしてらに言いますと、あのー、まあそういう、うんうん、フランスとアメリカのねそういう歴史的な違いもありますけど憲法というのはその国の。 持つ国民の持ついわゆる文化風習、はい、伝統思想、ええ、えあるいは私生観、ええ、あるいは宗教観こういうものが凝縮されたものであるはずなんですよね、ええ、ですからほ本当にその,そ,のその憲法を読めばこの国はどういうあり方をするかこの国の国民はどういう国民かもうそれだけで分かるぐらいのものでないといけないのに、うんうん、ところがその世界各国から集めてきたもんですから、うん、もうそこにはそのいわゆる日本国憲法にはあこれが日本という国かというそういうこの国柄ら表すもは何もないんですね。 だからその国柄というものを、ね、失ってしまった今の憲法をそのどういうふうにあのあの百田さんはあの国民の皆さんあの一般の方々たちにここが問題なのよというふうにプレゼンテーションしようと思っていらっしゃる。 そうですね。まあ、あの、いくつもあるんですけど、まあ、一番大きいのは、まあ、九条ですよね。あの、もともと九条というのは、まあ、今平和憲法というふうに誤解されておりますが、うん、えー、これはアメリカ軍がですね、あの、まあ、非常に定体、あの、有色人質で初めて定体に食らった、うん、あの白、はい白、白人がね。うん、ですからもうこの国は二度と、 偉大なる白人様に、えええー、歯向かえないような国にしようというのが最初の目的だったんですね。ええ、それで、いわゆる公選権を認めないというって。はい、で、この時に作ったその、刑事さんがね、はい、その24人のうちのメンバーの刑事さんが、うん、公選権は認めない。これどう、公選権ってどういう意味やろわからん。わ、うん、からない。わからない。はい。わからんけど、でもまあ、書いとけってなるもんでね。 かでなおかつまだこれ面白い話がありましてね後日談が憲法学者の西治さんが憲法ができて約40年たってアメリカに渡ってその当時憲法作成の草案に関わった24人の人たちをずっと回ってインタビューしてそのうち彼亡くなってたんですがまだ柔軟に意見を語られてそこで「あの時の憲法はどういうふうにできたんですか細かいところはどんなふうにやったんですか?」と聞いたらまずその答える前に彼らは「えっ?」 君らまだあれ使ってたんかあれまだ使ってんの そういう観点。だから彼ら自身は、えー、作った彼ら自身は、まさかそれが30年後、40年後にもその憲法が残ってるとは思ってなかったんですよ。えー、つまり、えー、あくまでこう暫定的なもの、つまり、うん、あのアメリカ軍が占領しているわずかな期間の、いわゆる占領基本法みたいな形で、自分たちは作ったものだと思ってたんですね。だから、その、にもかかわらず、あれから30年も経ってるわけですよ。西様さんがアメリカに行って聞いてから、またさらに30年経って <laughs>、ね。<laughs> まだ私たちは一言も変えることができない一言も変えるこれは歌大,大変なことですね。あの、かつて石原慎太郎さんがね、はい、せめて前文、前文のね、うん、せめて前文の、うん、いわゆる諸国民の公正と信義に信頼して、せめて公正と信義を信頼してという正しい日本語に書いてくれる一文字書いてた、ま、せめてこの一文字だけでも書いてくれると、えー、日本語としておかしいって、えー、言うたことあるんですけどね。そうですね。角、はい、田さんね、こういった訴えをしているときに、うん、いろんな人からのその反応っていうのは受けますか こう話ををししてていいるる若若人人たたたちちちどんな反応まますす今の若い人たちははあのー、特にやっぱりネットを知っっ方うううこりねですからネットの社会といわゆるネットを知らない社会はまた違います。 うんうん、ですから、先ほどの野田聖子との話しましね。はいええ、実は野田聖子さんのこの発言がですね。ええ、実は一般の新聞には全く載ってないんですよ。ああ、私も新聞見て見ませんでしたね。ネットの世界では広がってるんです。ええ。ええ、ですからね、ええ、新聞だけしか見ない人は、かなりこの情報が遅れるとこあります。うんうんうん、ああ、ということはね、はい、その。 やっぱり若い人たちは物事をあまり知らないとか新聞を読まないからだめだとか、まあ、大人は言いますよね、だんだん文字文化が伝てれるもちろん文字文化が伝てれるのは困るんですけどもネットを見ている若者たちはかなりいい反応があるそうですね、うん、あの今もあのこの間の安保法案がありまして、はいえー、安保が可決されまし、はい、でそれに反対する団体がですね野党をはじめとそういう団体が、はいえー、この安保法案をもう一度放送するために、はい、2000万人署名を集めやる。 ありましたねこの間ネットを見てますとツイッターでその団体がこれを拡散してくれというからそういうようなツイッターがあったんです万のツイッターには白いことがありましてリツイートといってこれをみんなに知らしたいということになってくると自分のツイッターにそれを載せて広げていくわけですところが2000万署名やるので頑張りますという団体のツイートがほとんど広がってないんです。リツイートす少ない ですから<う>、はい、だからいわゆるそのインターネットの中ではですね、ええ、あの非常に冷ややかに見られてるなというのね。いや私ねあの国会の前でね安保法制反対の。うんうん あの運動があって、うん、安保法制が通ってもこれまだずっと続けるって言ったけれども、うん、翌日からほとんどこう人がいなくなって紙、はいまあ、メディアが、ね、伝える若者たちが怒って立ち上がったんだということは、うん、実態とはそれほどあの近づいてないのか近くはないんだなということを感じたんですよねそうですね。ね結構あれれも終わってみればなやその お祭りぎやったんだけかという感じがしましたよね。あの時のそのシールズの代表がですね、最後にサインで可決される直前に、もしこれ可決されたら、明日の国会前は今以上にすごいことになるんだけど、翌日国会の前誰もいませんからね。はい。ですから、単なる本なら、もう、あの運動は一体何だったのだろう。つまり本当に、あの安保法案に反対する運動じゃなくて、何やろ。 ここらはよく、よくわかりません。うん、なんかしたけど。 みんなわー言うてるから俺もわー行こうかみたいなその程度の動きやったかなという気もしますね、うんうん。まあその社会のことにね関心を持ってくださるのはものすごく大事なことだけれども私はいつもこうもうちょっとこう全体像を見てね若い人たちも判断してほしいなと安保法制反対とかね憲法反対というけれども今日本の周りに中国がどういう脅威を及ぼしているかとかねロシアが何をしているかとかヨーロッパでそのロシアや中国のような 国際法を無視した動きが、軍事力を全面に押し立ててあの、ロシアが空爆なんかしてますけども、そういったことで一体何が起きているのかということを知ってほしいと思うんですね。それを知れば、日本もちゃんとそれに対して備えなきゃいけないというふうに思うんですが、百田さん、その映画を作ってらっしゃるでしょ、はい、あの憲法改正の映画というのは、はい まあ私は永遠のゼロみたいなものになってくれるといいなというふうに思ってはいるんですけどもまあそれだけの,あの内容を入れるとしてもですねどこが一番やっぱり日本人のこう機微に訴えるところだと思います若い人たちの機微に憲法改正なぜ必要かという私なんかはねあの安保法制もそうだけれどもえ第三章のね あの国民の権利及び義務のところがものすごくおかしいと思ってるんですよ。うん、家族のことをちゃんとやらない。誰もその家族の大切さを解かないとかね。誰もあのこのエルトゥールル号の人たちが見せ日本人が見せたようにね。自分のことも大事にするけども、もっと他人のためになんかしなきゃいけない、うん、したい。うん、で、もう無視の、無視の奉仕というんですかね。うん、自分の命を犠牲にしても助けてあげようという、この気持ちというのが、 やっぱり大事なんだと思うんですけど、うん、今の憲法全くないでしょこれが。ええー、憲法の中には明文されてないですね。明文されてないしそしてねあのこれはちょっとこう今日のテーマとちょっと関わってくるんですが最高裁がもう少しでその、うん、結婚して離婚した。 女性があのもっと早くなんて言うんでしょうかねあの再婚できるようにとか、うん、あのということをその決める民事の裁判のあに対する判決をもうすぐ出すというふうに言われてますね。で私ねこの日本であのいろんなことが裁判に訴えられて変わっていくそのプロセスというのはね 本当は政治家がやらなきゃいけないんですよ、うん、もうこのようなその結婚離婚のあり方がダメなのか このような家族のあり方がそのダメなのか、本当にそれでいいのかということは、政治家が国会で議論してやらなきゃいけないのに、政治がやらない、例えばその夫婦別姓は認めないとかですね、こういったことになると、夫婦別姓を求める人たちは裁判に持っていくわけですよね。で、裁判に持っていって、裁判はこの憲法を元にやるわけですから、どっちかというと、 リベラルな結果がどんどん出てしまう。そうすると、この裁判の最高裁までの結果が出ましたよというので、政治を変えてしまうという。今、こういうやり方が流行ってる、流行ってるとか、国際社会の中におけるまあリベラルな人たちがやるのがその手法なんですね。ものすごく左翼的な 価値観を打ち出してこれを現実の政治家に当てるといやーそういうことはって言ってそのやっぱり政治はある意味でその国民の常識みたいなものを反映してますからそこで拒否反応が出るとそれを司法の場に持っていってそれをここで変えて逆に政治をこう動かすというんですね私このような考えあのものを見てますとねやっぱり政治家がもっと大そのあのしっかりしないといけないというふうに思ってるんです。 そうですべ、ね、ての面において、うん。それもありますし、やっぱりその前にやっぱり憲法ですね。あのええ、だから、日本国憲法は今、桜井さんの話聞いてますと、うん、あの非常にリベラルで、えーまあ、かなりはね、左右主義者が入ってたんですけどね、実際にはその24年のメンバーだからね、ええ、そのかって、えー、いわゆるコミュニティストが、共産主義者が入ってたんですが、はいでまあ、それはあっ,たとあったとしても、いわゆる社会全体としてはまだ日本のいわゆるその戦前からの,その美徳がいっぱい残ってました。えええー、ところがですね最近 えー、そのに僕ら日本人の生活をそのいわゆる司法の場においてだん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 だ憲,法憲法が下りてきて、うんえー、僕らの生活を。 いわゆる価値観とかそういうものを変えつつありますね。うん、だから憲法に沿って私たちの生活が変わりつつありますよね。すよねそういう風にまあだから、うんえー、憲法を利用されてる感じがしますね。うんここのところをその少しでもまあ私たちちょっと昔を思い出してみると本当に素晴らしい日本人がいて日本の社会ってこんなにいい社会ないですよね。いやもう世界と比べられない。あこれ時間まだあります、うん、大丈夫大丈夫ですよ。はい。あのね ただね、えー、そうは言うてもやっぱり日本人は、まあ、素晴らしいんですよ。はい、あの私、ね、この間こんなことを聞きましたね、あの東北大震災の時に、うんえー、これ、アメリカ軍のパイロットから聞いた話をまた,<っ>また,また聞いたんですが、はい、あのアメリカのパイロットがその救援物資を届けた、<っ>あの宮城県に。はいはい、でそのときにそのヘリコプターかなんかで、多量の救援物資をも持って、ですね。あのでそこでその小学校に。はい うん、でその時にそのアメリカ軍のパイロットはですね、うんえー、すごい怖かったんですよ。うん、でそのパイロットは過去いくつもそういう災害の,その地域に行って、うんえー、世界の国でそういうことそういう仕事をしてきたんですが彼はなんで怖かったかというとそういうところに降りた時に。 必ず民衆のパニックで、はい、うわーってやってきて、ああもう、ボロの奪い合いするんですって。力の強い馬かして、それから自分たちも身危ないんで、だから、いかにしてその、やってくる群衆をどう制圧しながら、うん、制圧じゃないおかしいですけど、うん、そう制しながら、えー、そういう救援文書を届けるか。それがものすごく緊張感。で、うんえー、その時も彼は緊張しながら、その日本のその、宮城県の小学校に降りた、うんだから。そこで彼は非常にびっくりして驚いたことを見たんです。うんうんうん 何のパニックも起こらないしそこにも被災地の人たちが代表がすーっと一人やってきてありがとうございましたと我々は救援物資いただけますということでもう整然と並んで何のの暴動もなく救援物資を置いていった渡していった運搬していったなおかつもっと驚いたことがその救援物資を最後まで下ろさないうちにその代表としては私たちはこれで大丈夫ですと。 もうこれで何とかやっていきます。あと、うん、の残る物資はもっと困っている人に届けてくださいと。うん、これを聞いた時にそのパイロットはびっくりしたんですよ。うんやこの国はと。うん、すごいなと。うんうん、で、私はよく思うんですけどね。 その国の民度その国のマナー、その国の精神が、その国民の一番現れるのは、うん、その国がああ、最も悲惨な状況に出ると思うんですよ。日本はね、あの、阪神、僕は私は、まあ、大阪に住んでますから、はい、阪神大震災も経験したんですが、はい、やっぱりね、その時はすごかったですよ、やっぱり。そ,のうん、そういう時になったらね、もう一切もう、 略奪とか、ぼ暴行とか、そういうの起こらないんですね。うん、私もね、阪神大震災、し、もすぐに取材に行きましたけども。みんなが助け合っていましたし、はい、それから、まあ、あの大阪の方ってね、朝鮮半島出身の方も多いですよね。うん、日本人も朝鮮半島出身の方も、みんな一緒になってね、うん、助け合ってました。それはもう感動しましたし、うんうん、今回のその。 東北大震災東日本大震災に行ってもですね本当に皆さん助け合ってて、うん、私の外人の友達がですねこう言いましたよあの、ね。日本人は美しいねって、うん ジャニピーーはそうビュティフルって言いましたね、うん、でどうしてビューティフルなのかって聞いたらですねこういったその極限のところでね、うん、自分よりも他者を思いやる気持ちを実際にそのお腹空いてればね、うん、自分が食べたいと思うのは当たり前ですけどもそれをちょっとだけ満たして他者とその分かち合うことができるってことはね本当にビューティフルなことなんだってこれはねあの僕らは日本で生まれて日本に育ってるから、うん、ごく当たり前のことに思いますがえー こういう世界のいわゆる大地震あるいはその津波、えー、あるいは洪水、うんえー、こういうところに行ったいわゆる国連のパイロットとかアメリカ軍のパイロットをみんな口そろというのはああいう災害が起こったら災害そのものがもう大不幸やけど本当の不幸はその後にの後はもう地獄になると弱いものはやられるもうそのものは奪い合う,もうそういう。その 弱肉恐縮の世界がそのあとに現れるというんですが、うん、日本は全くその美しいね、うん、日本人の良さというもの、まあ、価値観というものをやっぱり憲法に反映させて、ね、これはもともと日本人が僕らの生活を100年200年前からずっと心ここの底に持っているもんですけど、えー、これは実はあ法律的とか憲法とかそういうものには明文化されてないんですね、えーはい、ですからいつか消えていく可能性があります、うんうん、だけどもその 名文化されていないけれども、私たちの心の中にある価値観を に憲法書かないと憲法がもう全てのルールの元になりますからねその意味でもやっぱり憲法改正急がないの本当にね学者に言わせたら憲法が一番やからこれが一番やからって今回の安保法案でもねいわゆる憲法違反だとかねいろいろ私もね実は個人的に考えると安保法案もしかしたら憲法違反かもしれないなと思うんですけどただねそれは置いといて言った置いといてそれは解釈問題置いといて仮にこれが安保法案憲法違反であってもだからどう うん、つまりね憲法は確かに大事しかし憲法より上にあるものがあるそれは何かやったら国民の命なんです、うん、国民の命は憲法より上なんです、はい、でこの憲法国民の命を守るためにならこの憲法がその国民の命を守れな,いならその憲法を破棄すべきなんですねそこは今の学者とか法学者とか言わせると憲法が大事つまり国民の命よりも大事みたいなのを置いてますよねだから憲法を守って国民の命は奪われるあるいは国土を奪われるそして最後に残るのは日本国憲法だけか、うん、ということになりますよねそんなの本末 もう日本人がみんな死んでるのに日本国憲法だけが残るってこんな SF ですよねこれ。 国民の命を守れない憲法っていうのは憲法違反じゃないですか、ね。まさにそのおっしゃるそうですよね。日本国憲法は日本国憲法の存在そのものが憲法違反というね、はい、すごいこう自己矛盾に満ちたものになるんですよね。じゃあそのことを皆さんに納得していただいて、はいえー、この11月10日にはですね憲法美しい日本の憲法を作る国民大集会武道館で1万人大会がありますので皆さんもぜひおいでになってください。で百田さんのそのそ映画は えー、その時までに、えー、何らかの形ができる予告、まあ編,ね、編が、ねはい、そうですか、はい、もうとっても楽しみにしています今日はありがとうございましたさんありがとうございました の国の根本である憲法を、うん、もう非常に激しい戦いの中から生まれたアメリカやフランスのものを持ってきてコピペをして作るっていうのがおかしいですよね。うん、おかしいいす、ね、で <laughs> さらに言いますと、あのーまあ、そういう フランスとアメリカの歴史的な違いもありますけど憲法というのはその国の持つ国民の持ついわゆる文化、風習、伝統、思想あるいは、私生観あるいは宗教観こういうものが凝縮されたものであるはずなんですよね。ですから本当に憲法を読めばこの国はどういうあり方をするかこの国の国民はどういう国民かうそれだけで分かるぐらいのものでないといけないのにところが世界各国から集めてきたもんですから。 いわゆる日本国憲法にはあこれが日本という国かというそういうこの国柄なもも何もないんですねだからその国柄というものを、ね、失ってしまった今の憲法をそのどういうふうにあのあの百田さんはあの国民の皆さんあの一般の方々たちにここが問題なのよというふうにプレゼンテーションしようと思っていらっしゃる。 そうですね。まあ、あの、いくつもあるんですけど、まあ、一番大きいのは、まあ、九条ですよね。あの、もともと九条というのは、まあ、今平和憲法というふうに誤解されておりますが、うん、えー、これはアメリカ軍がですね、あの、まあ、非常に停体、あの、有色人質で初めて停体に食らった、うん、あの白、はい白、白人がね。うん、ですからもうこの国が二度と、 偉大なる白人様に、えええー、歯向かえないような国に相というのが最初の目的だったんですね。ええ、でそれで、いわゆる公選権を認めないという。はい、で、この時に作ったその、刑事さんがね、はい、その24人のうちのメンバーの刑事さんが、はいええ、公選権は認めない。これどう、公選権ってどういう意味やろわからん。わ、ええ、からない。わからない。はい。わからんけど、でもまあ、書いとけってなるもんでね。 でなおかつまだこれ面白い話がありましてね後日談が憲法学者の西治さんが憲法ができて約40年経ってアメリカに渡ってその当時憲法作成の草案に関わった24人の人たちをずっと回ってインタビューしてそのうち彼亡くなってたんですがまだ柔軟に意きをうことにてそこで「あの時の憲法はどういうふうにできたんですか細かいところはどんなふうにやったんですか?」と聞いたらまずその答える前に彼らは「えっ?」 君らまだあれ使ってたんかあれまだ使ってんの そういう観点。だから彼ら自身は、えー、作った彼ら自身は、まさかそれが30年後、40年後にもその憲法が残ってると思ってなかったんですよ。えー、つまり、えー、あくまでこう暫定的なもの、つまり、うん、あのアメリカ軍が占領しているわずかな期間の、いわゆる占領基本法みたいな形で、自分たちは作ったものだと思ってたんですね。だから、その、にもかかわらず、あれから30年も経ってるわけですよ。西様さんがアメリカに行って聞いてから、またさらに30年経って <laughs>、ね。<laughs> まだ私たちは一言も変えるし。一言も変えるこれは歌大,大変なことですね。あの、かつて石原慎太郎さんがね、はい、せめて前文、前文のね、うん、せめて前文の、うん、いわゆる諸国民の公正と信義に信頼して、せめて公正と信義を信頼してという正しい日本語に書いてくれる一文字書いてた、ま、せめてこの一文字だけでも書いてくれると、えー、日本語としておかしいって、えー、言うたことあるんですけどね。そうですね。角、はい、田さんね、こういった訴えをしているときに、うん、いろんな人からのその反応っていうのは受けますか こう話をしてよたけうんえー、受けますよあのー、若い人たちどんな反応しますあのねうん、えー、今の若い人たちは<っ>あの特にやっぱりネットを知ってる方たちはですね<っ>あのそういうやっぱり四国憲法おかしいってことをは,はっきり気づいてますねあなるほどはいえ<っ>でですからネットの社会といわゆるネットを知らない社会はまた違います。 うんうん、えですから先ほどの野田聖子さんの話しますね、はいええ、え実は野田聖子さんのこの発言がですね、ええ、実は一般の新聞には全く載ってないんですよ。ああ、私も新聞見て見ませんでしたね。はい、ネットの世界では広がってるんです。ええええ、ですからね、ええ、新聞だけしか見ない人はかなりこの情報は遅れてるとかあります。うんうんうん、ああ、ということはね、はい、その。 やっぱり若い人たちは物事をあまり知らないとか新聞を読まないからだめだとか、まあ、大人は言いますよね、だんだん文字文化が伝てれるもちろん文字文化が伝てれるのは困るんですけどもネットを見ている若者たちはかなりいい反応があるそうですね、うん、あの今もあのこの間の安保法案がありまして、はいえー、安保が可決されまし、はい、でそれに反対する団体がですね野党をはじめとそういう団体が、はいえー、この安保法案をもう一度放送するために、うん、2000万人署名を集めやる。 ありましたねこの間ネットを見てますとツイッターでその団体がこれを拡散してくれというからそういうようなツイッターがあったんです万のツイッターには白いことがありましてリツイートといってこれをみんなに知らしたいということになってくると自分のツイッターにそれを載せて広げていくわけですところが2000万署名やるので頑張りますという団体のツイートがほとんど広がってないんですすリツイート少ないんです。 ですだからいわゆるそのインターネットの中では非常に冷ややかに見られているなというの、うん、それでわかりますや私ねあの国会の前で、ね、安保法制反対の。うんうん あの運動があって、うん、安保法制が通ってもこれまだずっと続けるって言ったけれども、うん、翌日からほとんどこう人がいなくなって紙、はいまあ、メディアが、ね、伝える若者たちが怒って立ち上がったんだということは実態とはそれほどあの近づいてないのか近くはないんだなということをそうですね。ね結構あれも終わってみればなやその お祭りぎやったんだけかという感じがしましたよね。あの時のそのシールズの代表がですね、最後に参院で可決される直前に、もしこれ可決されたら、明日の国会前は今以上にすごいことになるんだけど、翌日国会の前誰もいませんからね。はい。ですから、単なる本なら、もう、あの運動は一体何だったのだろう。つまり本当に、あの安保法案に反対する運動じゃなくて、何やろ、 ここはよく、よくわかりません。うん、なんかしたけど。 みんなわー言ってるから俺もわー行こうかみたいなその程度の動きやったかなという気もしますねうん、うん。まあその社会のことにね関心を持ってくださるのはものすごく大事なことだけれども私はいつもこうもうちょっとこう全体像を見てね若い人たちも判断してほしいなとこの安保法制反対とかね憲法反対というけれども今日本の周りに中国がどういう脅威を及ぼしているかとかねロシアが何をしているかとかヨーロッパでそのロシアや中国のような 国際法を無視した動きが、軍事力を全面に押し立ててあの、ロシアが空爆なんかしてますけども、そういったことで一体何が起きているのかということを知ってほしいと思うんですね。それを知れば、日本もちゃんとそれに対して備えなきゃいけないというふうに思うんですが、百田さん、その映画を作ってらっしゃるでしょ、はい、あの憲法改正の映画というのは、はい まあ私は永遠のゼロみたいなものになってくれるといいなというふうに思ってはいるんですけども、はい、まあそれだけの,あの内容を入れるとしてもですねどこが一番やっぱり日本人のこう機微に訴えるところだと思います若い人たちの機微に憲法改正なぜ必要かという。私なんかはね、うん あの安保法制もそうだけれども、えー、第三章のね、うんあの、国民の権利及び義務のところが、ものすごくおかしいと思ってるんですよ、うん、家族のことをちゃんとやらない。うん 誰もその家族の大切さを解かないとかね誰もあのこのエルトゥールル号の人たちが見せ日本人が見せたようにね自分のことも大事にするけどももっと他人のためになんかしなきゃいけない、うん、したい、うん、でもう無視の無視の奉仕というんですかね自分の命を犠牲しても助けてあげようという この気持ちというのがやっぱり大事なんだと思うんですけど、うん、今の憲法全くないでしょこれが、えー。憲法の中には明文されてないですね。明文されてないし、そしてね、あのこれはちょっと今日のテーマとちょっと関わってくるんですが、最高裁がもう少しでその、うん、結婚して離婚した。 女性があのもっと早くなんて言うんでしょうかねあの再婚できるようにとか、うん、あのということをその決める民事の裁判のあに対する判決をもうすぐ出すというふうに言われてますね。で私ねこの日本であのいろんなことが裁判に訴えられて変わっていく、うん、そのプロセスというのはね本当は政治家がやらなきゃいけないんですよ。うん、もううこのようなそのよな結婚・離婚離あり方が ダメなのかこのような家族のあり方がそのだめなのか本当にそれでいいのかということは政治家が国会で議論してやらなきゃあまり思いがこうういいかかないんでしょうかねあのー、これは僕はまあいろんな理由があると思うんですけど、うん、まあ日本があまりにもその、まあ、世界に比べてこの70年、えー、平和に。えー 平和に行き過ぎたいうことですね。一こ平和ね。一見平和で。あともう一つはですね、その間に、ええー、まあもともとのお、一番の最初は、まあアメリカの新旧軍がですね、日本に自虐士官、自虐思想を植え付けたいことがあるんですが、うん、まあそれにちょうど乗っ,っかった形で、まあ日本のいわゆる左翼、いわゆるリベラルマスコミがですね、うんはいはい えー、戦前の日本はいかに悪かったかと、えーえー。ほっとくと日本はどんどん悪くなるんだと。自分たちだから自分,たち自分たちが日本を平和にするんだ。だから自分たちのことを聞く,、えー、聞くんだという。まあ、その、えーえー キャンンペーンをもう何十ですから、その、まあ、今で、今でこそに、ね、ようやくその世界、世、え、論、ー、も変わってきてですね、うんえー、憲法おかしいんじゃないか、憲法,、うん、憲法改正すべきじゃないかということを言い出すような、いろんな人も出てきました。うんうん、けれども、えー、これが例えば20年前、30年前はですね、憲法改正をく口にしようもんなら、うんはい、もう、 社会的制裁を超えられましたよねそうですよね、はい、それでね今百田さんおっしゃったようにま以前の日本はすごく悪い国だったんだ、うん、つまらない国だったんだというけれども、はい、ちょっと昔を振り返ってみると、うん、ものすごくいいことたくさんあるんですよね素晴らしい国なんですよ例えばね、はい、これあの、はい、福沢諭吉の、はい 学問のすすめ、はい、慶応大学、慶応義塾を作った方ですね。で、これ実は私、あの、友人にいただいたんですけども、この福沢幸一がこれを書いたのは、明治5年から9年にかけて、連載した記事を、その、一冊の本にまとめたものですよね。この一番最初に出てくるのがですね、天は人の上に人を作らず、人の下に人を作らずと言え、ものすごいこの平等主義。 ですよね、どの人もみんな同じなんだと、はい、生まれてみんな同じようにその機会を与えられ、うん、同じようにいろんなことをする権利があるんですよ自由があるんですよということを書いた素晴らしい本ですねでこのね本が当時どのくらい売れたか知ってますいや知らないですでい百田さん「永遠のゼロ、何百万部いきましたえっと累計で500万,近わすご500万部近く <laughs>、えー、い、やいや。 これが300万部だったの。ああ、これ300万部これ3、でもね、人口がね、3000万人。はい、はい。だから、約でさ、1億2500万人の時に500万部売れた。これは、今で言うと、1250万部売れたことになる。すごいなぁ。すごいでしょすごいです。それでね、これ、明治5年、9年の、まだ、あの、 あの開国してて年も経っいいない時ですよ、はい、でそれはまだねあのあのお百姓さんもいたし武士はまだちょんまげを切ったばっかりだし、うんはい、でも日本人の識字率もセ70%だったんですね。うんうん、で国民の1割がこの本を読んだ。 はい、で、それがね、天は人の上に人を作らず、人の下に人を作らずと言えり。はい、そして、本当にみんなに学びなさい、うん、学ぶということで、人間を磨きなさい。うん、日本だけではなくて、世界のために働きなさいということを教えたわけですね。で、このような。この本を読んだ国民が三千万人。当時のアメリカの国民。日本にぎゅーっとこう、黒船外交で。 開国を迫って、やってきて、不平等条約結ばせて、私たち、その頃、国際常識、情報、鎖国して知らないから知らないで違い方、うけなって、なのことよ、かんない。そうそうそう。結ばされたわけですね。結ばせたアメリカの人口も3000万人なんですよ。 そうやったんですか<ー>だけども向こうは先に工業化をして、はい、もう先にそのものすごい経済を築いて軍事もたくさん持ってて、うん、同じ3000万人同士で太平洋を挟んで相対峙したらこっちが圧倒的に弱かったわけですね、うん、でもそういった中でね日本はね植民地にならならかったんですよこれはね明治のちょうど明治,明治の頃それから幕末の人たちが偉かったですね。そそうですそれですれね私 私は、ねうん、この本をね、うん、3,000万人の国民の中のね300万部が売れたこれだけ人間としてね、うん、学びたい知りたい、うん、立派な日本国,国民になろうという精神があったから、うん、私は日本国はね その植民地ににならずんんんだんだと思うんですよ、うん、あの当時アジアの国々は日本とタイを除けば全部いわゆるその蝕まれてしまったわけでしょ、はい、だから私たちの先人、うん、たった百何十年前ですね、うん、こんなに立派な人たちだったんだということを知ることだけでも、うん、戦前の日本が悪かったなんてことはいその絶対ありえないというふうに思うんですよね。一言よろしいですか欧米はア、ねまあ、アジアの こうもうほとんど植民地にし,しま,ました。はい、まあその前にアフリカは全部取ってました。ええ、え要するに世界の国はもうアジアもアフリカも南アフリカ南アフリカも全部取られてました。はい、欧米人にね。え,え、えその欧米人はですね例えばもうあのー、アジアの国をやっつけるときにですねもう一つのパターンがあるんですよ。よ、うん まずその国に内乱を起こさせるんです。内乱。はい、内戦が、内戦状態を起こさせる。はい、つまり、えー、2つの政府はあるような形で内戦を起こす。そうすると、その同じ国民同士が争って争って、うん、主権をもう取るために争って、うん、そして、もうこの国が疲弊しちゃうんですね。うん、でそこに、やすやすと乗り込んで取っちゃうんですよ。なるほど。えー、ですから、あの、フランス、当時フランスもイギリスもですね、うん、日本に内乱を起こさそうとしたんです。なるほど。つまり、爆府軍と、 はい、官軍、あの<っ>天皇のあれそれは2つ戦わしてそして日本がこらぐらいになってもうお互いにボロボロボロになった時にそこをやすやすと占領しようと、うん、で、えー、実は勝海舟はそれを見抜いてたんですね、はい、でこれではいかんと、うん、だから幕府軍とお官軍がまともに戦ったんでは絶対にどちらが勝ったにしても、うん、日本は西洋列強の植民地になると、うん、ですからまあ最後の最後でそのいわゆる、えー、世界の歴史上珍しいですねあの、うん、政権交代が無血会場で終わったす,すごいです 江戸城無ですよ、はい、しかもね、はい、江戸城に入っていた官軍は、うん、もうその江戸城の,その道から何から、うん、きれいに掃き清められていって、うん、もうその美しく整然とした、うん、あの様子にですね、うん、みんな感動したっていいますね。こんな お城ののけ渡しって他の国でははないですよね世界ににどこにもないです、うんえー、この時もねあの西郷隆盛は、えー、もう生まれついても戦う時何としても慶喜の、えー、徳川慶喜の首を切るんだ、はい、で、えー、首を張れるんだそのためには、うんえー、江戸中を焼き払ってもいいと、うん、つまり、えー、もう江戸の町を全部あの,の海にしてもいいんだっていう,、うん、いう覚悟やったんですけど、はい、その時にその勝海氏が乗り込んで、えー、西郷隆盛 そう、あの、いわゆる、こん、こんと解いたんですよね。うん、それで最後とか、俺は、わかりました。というふうに。うん、それで、大きな戦いがついに回避されたんですね。大変なことです。これ。すごいですね。はい、<laughs> その当時の日本人の立派さはね。うん、明治になっても、ずっと受け継がれていて。うん、それは指導層だけではなくって、うん、庶民に至るまで、受け継がれていたんですよね。これね、今日のね。はい あの今日の読売新聞ちょっと切り取った読売の朝刊なんですけどもちょっと日本とトルコをつなぐ沈没船和歌山沖で遭難した125年前ですよとイスタンブールでそのあの遺品展が行われていますということなんですねでこのあの船のあ船 エル・トゥールル号というなんですけども、はい、これ日本人<治>は忘れてますけどトルコの方は未だにこれよく覚えてるんですねそうなんですよね、はい、これ明治23年にこのエル・トゥールル号が和歌山県の串本 串本町というのかな、はい、とあそこの沖で遭難をして、はい、夜10時ぐらいですねでそのあのみんなが海に放り出された船員の一人がその崖をよじ登ってそこにあったあの島の灯台のと,ところに助けを求めに行って村人たちがすぐに飛んできて。 夜十時ですよ、うん、今と違って、光も何もない時に。みんな海に飛び込んで、あの六十九人のこの乗組員を助けたんですよね。うん、で、この村は小さい村で、まあ貧しい村ですよね。うん で食べ物もそんなになくて自分たちが食べる冬のために取っておいた備蓄の食料を全部出して、うん、もう遭難した人をこうやって温めて幕府幕府じゃない政府からですね正式の助けが来るまで本当に手厚く看病してあげたんですって、うん、でこの69人の人はね明治政府の派遣した金剛と比叡という 2>,、うんえー、2つの軍艦推薦人に集まらなかったまあ最低限の,のいわゆる自民党の両親運がそこに あれですかねその自民党を今安倍総理の下でしっかりやっていることはすごくしっかりやってると思うんですねうん、うん、歴史的なことをたくさん達成してますから、はい、でもそのやっぱりものすごく選挙で勝ったことによるこう気の緩みみたいなものがこういろんなところに出てきているのかなという気がしないでもないんですね。うんうん そうですね。あの、この選挙というやつはまた厄介なもんでね。はい、あの、まあ、日本は長いことね、あの、本当に、今日本は戦後70年最大の危機を迎えてると思うんですが、えーえーえー、これはね、10年前はこんな危機じゃなかったです。うん、で20年前もそうじゃなかった。うん、えー、ですから日本はその戦後しばらく50年、60年の間、うん、割合、割合というか、まあ、あの、見せかけ上は一応平和な国であって、えー、で、言うてみれば、こんな言い方したらあかんのですけど、まあ、誰が政治家になっても、 何とかやっていけたっていう、うん、そういうような時代でもあったんですね <laughs>、はいで。そうなってくると政治家はですね、一番の目的は選挙に通るか取らないか、議席を取るか取らないか、うん、これが大事。うん、ところが、今の,その、まあ、自民党だけじゃないんですけど、今の議員見てますとですね、未だにまだそこが、 うん、つまり、選挙に通るか通らないかの一番。うん、まあもちろん、その議員は誰でもそうなんでしょうけど、うん、その通るか通らないかをさ一番にその目的、自分の議,議員人生の目的のトップに置いてるという方が多いんでね。うん、で、それがね、うんえー、一番如実に現れてるのは、 今、あの、大阪やと思うんですよ。大阪、はい。はい、ええー、今度また、大阪市議選と、はい、それから、あの、市長選がありますけど。ありますね。えー、この大阪自民府議連、はい。ですね。はい、あの、うんえー、大阪府、自民の大阪府連はですね。はい。えー、今度いわゆる、まあ、橋本の大阪、橋本さんの大阪維新議会に対抗するために、はいえー、選挙に勝つために、共産党と手を結んでるんですよね。うん、自民党がね。はい。これね、 大変なことですよ。これ、でも自民党の党の決定ではないでしょそうですよ。えー、はい。ね、大阪府連が。大阪府連が。うん、で、本来はですね、その僕はもう、まあ理想論を言いますと、うん、まあ、ちょっと諸政事務た理想論ですけど、政治家というのは、一番大事なのは、えー、政策であり、思想信条であり。そうです。これが でそしてその思想、信条自分の政策、えー、自分の理想とする、これをその達成するために、まあうん、選挙のいう、見そぎというか、うん、あるいはその手段を得て、うん、まあ議員になるわけですが、はいえー、ところがですね、今回その大阪、自民の大阪府連がやっていることはですね、うんえー、全く政策的に相反する、もう水と油、あるいはもうその思想、信条でも180度を異なる、うん、そういう団体とですね、共産党と手を結ぶということはですね。うん、要するに 選挙に勝ちたいがためだけなんですよね。うんうん、議席を取りたいがためだけ。うんうん、つまり彼らのもう一番の目的は議席を取るということをもう今回のそういわゆる共産党と手を結んだことによってもう自分たちの本音を暴露してしまったなという感じがするんですね。あの、百田さんがおっしゃったのは柳本さんのことですかね。<laughs> 柳本さん、はいね。あのね、私ね、柳本さんにはね、うん、あの、平沼武夫先生を、うん、 あの返して紹介されて、あの平沼さんのことを非常に柳本さん尊敬しているというので、平沼さんから頼まれてですね、あの柳本さんの書いた本の帯に推薦を書いたことあるんですよ。うん、その方が依頼、うんまあ、も,も書いてしまいましたね。<笑><笑>本当そうなんですね。<laughs> あのそれでね、その方が今その共産党と一緒の選挙官の上に乗って、うんえー、そのなんていうんですスピーチをしているというのはですね、うん、やっぱりこれどう考えてもおかしい。うん、も本当に。 今おっっしゃったように自民党と共産党が手を結ぶということ自体本当にもうこれは有権者に対する裏切りですね,ですね政治信条に対する 裏切りですか、ね、だからそうなってくるとね、その、ええ、いわゆる投票者、有権者はですね、ええ、どういう基準で票を選んで、うん、票を投じていいかわからないんですよね。ええええ、全く違うことを言ってる団体が手を打すわけですから、ええ、それでもいいから入れてくれ、ええ、わしらにこれはちょっと入れられませんよね。これはね、その自民党の党としてもすごく迷惑があってると思うんですよ。ええ、ただし、これをこう、コントロールすることができないというのはどういうことなんでしょうかね。 そうですね。あの、また、あの、国政といわゆる地方自治体。 地方自治体とはまた違う。独立してますからね地方議会とちなみに今出た柳本さんはねこれは確か父親さらにそのおじいさんですが確か三代続いて市議やってるはずなんですよね確かそうや。そうするとですね例えばもうこれ全国のいわゆる市会議員県会議員みんなそうなんですけど今日本の市会議員県会議員とかいうのはですねいわゆる一種の会

だから本当にね、日本は戦後70年、こう本当に世界、まあ安保のおかげで、ぬ、うん、くぬくと、うん、いわゆる平和を享受して、うん、そして、えーまあ、昭和30年代にこう所得倍増計画、はい、それからさらに高度経済成長で、はい、もう完全にいわゆる国防とか、いわゆる国の在り方をどうするかということをそう、ほっぽってですね、はいはい、もうただ金儲けと経済だけに邁進して、うん、それでまあ日本は大金持ちになったわけですけど、うん、まあこの50年、60年代に大事なことを忘れましたね。ねえ 本当にね、うん、今ね、その大事なことを忘れたのを取り戻そうというのがね。うん、やっぱり安倍政権だろうと思うんですね。うん、例えば、さっきちょっと日韓。 あの日中韓の首脳会談の話をちょっとしましたけどもあの首脳会談する時もね韓国はこの慰安婦問題でねあのあごめんなさいこれは会見ですけども韓国は慰安婦問題でその日本国の謝罪というものを前提条件にしていたし中国はですねここにあるように首相が靖国参拝をやめなさいと。 尖閣は中国の領土であると認めて、はい、尖閣に領土問題は存在しないんだということを認めなさいと。この二つを中国は首脳会談の前提条件としていた。<laughs> この 韓国の前提条件、慰安婦についての前提条件、中国の前提条件、うん、全部認めないで、うん、安倍さんはこの首脳会談を実現させた、つまり中国と韓国が譲って日本の外交的勝利だったという結果になったわけですね。うん、ここまで来るのに、ものすごくやっぱり安倍さんは苦労して、やはり日本の力を強めなきゃいけない、はい、状況がいかに厳しいかということをその認識して対策を取らなきゃいけないというところに立ったわけですよね。私はそれは すごくよくやってると思うんですが、うん、これからもう一歩先に行かなきゃいけないんでしょ、うん、日本国を変えるために、はい、これ憲法改正だと思うんですね申し訳通りですねでも、はい、今の自民党を見てるとこの憲法改正のに、うん、どれだけその積極的なのかというのが見えてこないんですがそうですねいまだにまだだからこれさっきの話ですけど <laughs> あのせ、えー、憲法改正を口にすると えー、自分の地元では次の選挙で落ちるんじゃないかという、そういうバカなことを心配している議員がたくさんいますからね。本当にその日本国の将来、えー、日本の、えー、20年後、30年後、あるいはさらに50年後の日本の安全というよりも、えー、次の1年後、2年後の自分の,その選挙を心配しているというのはね、情けないですよね。本当にその、うん そうですよ、ね日本のこと。日本のことを考えてもらいたいなと思いますけど、うん。あの南シナ海はね、うん、もう本当に中国はどんどん七つの海を埋め立てて。うん、もう東京ドもム百七十四個分ですか。うん 大阪の方たちは甲子園球場あれだと260個分ぐらいなんですってね <laughs> なんだかすごい面積を埋め立てて、はい、もうどんどんその軍事要塞化している東シナ海我が国の海でも中国が新たに12のプラットフォームを作って、うん、前のと合わせると16個にあってしまってこれをずっとある意味つなげるとですね、うん、ものすごいその最前線の軍事基地になるというような状況が生まれていて中国に対して これはアメリカが、あのー、ラッセンという。 あの船を入れてですね警告を発しても中国はやめようとしないわけでしょ、うん。で、本当に今緊張状態があって各国々ともに自分たちの国をどうやって守ろうかとかね自分の国をどうやって守ろうかということが最大のテーマになっている時にやっぱり野田聖子さんの発言にしてもですねあまりにもピントが外れていてこの安保法制をやり遂げたことは素晴らしいことだけどもこれで大丈夫かな もうちょっとやらないといけないんじゃないかなということをやはり政治家には考えてほしいと思うんですよねもう本当にその通りですね憲法改正ということがすごく大事なテーマになってくるでもそれに対して日本人が気がつかないとしたらなぜ気がつかないんでしょう日本がいかにいい国だったか 前はどんな国だったかということについて、ねええ、でこれでその当時のオスマントルコ今のトルコですねまで無事にお送りしたんですね。でも明治の二十三年というと、うん、明治二十二年に憲法が発布されて、うん、そして明治二十七年。 それから明治三十七年と、私たちは日清日露の戦争をするわけですね。その前ですよ。だからまだ力はすごく小さくって、この軍艦なんか限られたものしかなかったのに、そのうちの二隻を。 このために咲いてですね、ずっとこれ、ここに地図があるんですけども、<coughs> これはこのエルトゥールル号がイスタンブールを渡って日本に来たこれ、ルートなんですね。はい、で、このルートを今度は反対に逆に日本からずーっとこの69人の人たちを乗せて、さっきのコンゴ比叡の2隻で送り届けたんですよ。はあ。 これすごいこととだ思うんですよね。すごいですや、普通に、例えば、イスタンブルが出てですね、日本に作るのに、これ、1年かかってますからね。そうです、そうです、そうです。ですから、当然、向こう持っていくのも、相当時間かかる当時間すよね。もちろん、これはいろんなところで寄港して、時間を費やしてるのもかかわらず、そういうことあったにしてはね、そのまま行ったにしても、やっぱり時間かかるますででも、これ、行って、また日本に帰るわけですから、これ、大変な大航海ですよ。そうです。しかもね、明治の政府っていうのは、 着替えはしっかりしたけども、うん、まだまだ十分な力はない時にこれをしてあげたというので、うん、トルコの人たち大変喜んで、うん、で、そのことを今、あの、百田さんおっしゃったように忘れていないんですね。トルコの方はね。うん、そうなんです。だからここにそのトルコのね、あの、博物館でこのようなその遺品展というのをしてくださってるわけですが、で、湾岸戦争の時に、うん、あの、 イラクがクエートをあの攻撃して多くの日本人がそのクエートで人質になったじゃないですか、はいはい、その人たちを助けるのに当時は自衛隊の飛行機もあの出せない、えー、民間の飛行機も行ってくれないじゃあ日本人の人質どうやって日本に連れ帰るんですかって言った時にトルコ政府がこのエルトゥールル号のことを思い出してくださって、はあ、トルコ政府が2機の飛行機出してくれて、うん、日本人を 送り届けてくれた、ね、あ、日本政府も出してくれなかった、ね、いや日本政府は自衛隊当時法律があって、はい、出せないわけですよね、はい、で、民間が行くようなところではないというので、うん、日本飛行機出せなくって、うん、日本人をどうやって救うんですかという時に トルコが助けてくれたという。100年前のことはね、そう,そうしてこう覚えてくださるっていうのはうれしいですね。しかもね、日本の先人たちがね、はい、この串本町の人たちが夜の海に飛び込んで、うんこう、自分も死ぬ危険がありますよね。うん、でも69人を助けて、なけなしの食料を出して、な、うん、けなしの着るものを出して、うん、本当に手厚くその介護してあげたっていうことがね、うん、やっぱりその、 大変なその日本の美しい物語として向こうの方たちの心に残ったんですね、うん、こんなふうに日本人って素敵な人たちだったんだないや明治の頃にはそういう話たくさんありますよね、ええ、いや実はこれ大正にも昭和にもたくさんありますけどねええええ、はい百田さんもこういう美しいお話たくさんしてらしてでそのこのようなことを思えばね私今の日本のあり方日本のあり方の根幹を知あの 形作っている憲法、憲法というのは日本人をも貶めるために作ったものですからね。はい、これをどうして変えないんだろうと思うんですよ。そうですね。ねこれは本当に、あの、多くの人が知らないんですよね。日本国憲法って素晴らしい問題ということを。うんえー、いわゆる日教組とかですね。例えば朝日新聞とかが、もうずーっと言い続けてるもんですから。うん、もう、だから、子供の時、何も知らない子供が、その日本国憲法って素晴らしい。世界に、最いたなのも、世界にもう誇れる、素晴らしい憲法なんだ。戦争放棄。 平和憲法なんだと思い込んでしまってるんで、うんうん、ですから日本国憲法を変えなあかんとかいうと。 えー、いやそれはもう戦前の軍国主義者かとか、うんうん、もうあの右翼かとか、うん、そういうレッテルを貼るようなそういう,こう空気に長いことなってましたよね、うん、でもこれはねあの多くの人たちが日本国憲法とは一体何かと、うん、どうやってできたのかという,こう基本的なことも本当は知らないからなんですよね、うん、だからちょっと日本国憲法を本当少し学ぶとこの憲法おかしいとすぐ誰も気が付くんですか百田さんは、はい 日本国憲法がおかしい。日本国憲法を変えなきゃいけないというので、うん、まあ、その、私たちと一緒になって、ってね、今、その、憲法の映画を作ってくださってるんですよね。はいはい、その この映画を作るときにどういったところがやっぱり一番おかしい点ですか？その,あのおかしいところはね、うん、もういくつも挙げられるんですが、うんうん、まず最初にどうやってできたかいうこれがもう最初からおかしいですね。うん、あのまあニュー憲法はね、あの僕ら日本、あの多くの知らない人は日本人が作ったと思ってますが、これは実は日本人が作ったんじゃなくて、うんえー、当時日本を占領してた昭和21年当時日本を占領してたアメリカの新駐軍、占領軍ですね。うん、占領軍があマッカーサーの支援によって作られた。うん、で、マッカーサーが、ね。 もうその戦前の日本国憲法を壊して、えー、日本を自分たちの都合のいい国に作り変えようとでそのためには、ね、まず憲法を自分たちの都合のいい憲法を与えようとでその憲法を、うん、作るのに、えー、当時 GHQ の民政局というのがあったんですが、はい、その民政局にあの、はいえー、働いてる24人のメンバーを集めて、うんえー、日本国憲法の草案を作れと。うんえー、分かりましたでその24人は えー、法律の専門家は弁護士が3人いただけで、はい、あとはもう後の2人以上は法律何も知らない人だった。うん、憲法の専門家は憲法の専門家ゼロ。 はい、はい。あの、アメリカの弁護士はすぐになれますからね。だから、日本の弁護士もだいぶ地位が低いんですけども、その弁護士も、憲法専門家一人もいない。あと、残る20人の中にはですね、えいわゆる21歳の女性タイピストなんか持ったぐらいで、だから完全にど素人の事務員とかそんなにいっぱいおったんですね。で、それに真っ赤サが、え案を作れと。わかりました。メーからね、業務メーレからやりますえ時間はどのぐらいですか ?1 週間。 <laughs> ひ一 <laughs> 週,<間> <laughs> 週間でね,ね<ー>、えー、日本国憲法あ一国の憲法の草案を作れと当,当然草案ってできません、うん、で,できませんから彼らどうしたかというと、うんえー、東京都内にあったあ図書館に行って、うん、世界各国の憲法を。うん そからコピペをやっちゃったんです。コピペなんか今したらですね、試験も落ちちゃうし、はい、あの、論文さえも、論文否定されま否定されます。はねおぼかたさんもコピペをしていたということなですね。それで十何年経ってから、あの、博士号、あの、剥奪されましたね。つまり、コピペは絶対弾けない。ところが、彼らは仕方ないでコピペをしてんです。コピペをしたんです。専門家、憲法知らないですからね。だから、ソ連のスターリン憲法、あ、これ、これ使える。 あドイツのワイマール憲法あこれも通過を、うん、そうやって世界各国の、まあ、アメリカの独立宣言もこれ使うリンカーのゲッティスバーグ演説なんかもあリンカーのこの演説これ通過をと、うん、だからそうやってもう世界各国の憲法から集めてよし集めてできた憲法なんですよ。うん で、しかもその憲法がアメリカ軍英語で書けます。アメリカ人英語で書けますから。うん、で、その憲法一緒くらい出てきて、で、日本語に渡して、えー、これを翻訳しろと。うん、で、も翻訳期間はわずか2日しかなくて。二 2>, <ー>2日で必死で翻訳したから。だから,だからあんな変な日本語てる。はい。もう日本語としておかしい。うん、あるいは翻訳ビスとかね、そんないっぱいあって、ま、うん、だにそれが一時も変えられてないという。はい。 はい、そうですね。それでね、その時にその憲法を作った時の一番参考に、ね、されてしまったのがアメリカの憲法とフランスの憲法ですよね。うんうん、でもこのアメリカの憲法とフランスの憲法はそれぞれの国の国柄を表しているわけで、アメリカもフランスも。 戦いの炎の中で国ができたわけでしょ。うん、だってアメリカはイギリスから独立して、本国とものすごい激しい戦いをしたわけですね。フランスはフランスで、あの、あの革命を起こして、国をギロチン大に送ってですね、血の革命を経て国を作ったわけで、ここではやっぱり国民民衆と政府というものがすごく対立をする構図ができていたわけですね。はいはい、でも このような国柄と日本って違うじゃないですか。全く違います。さっきおっしゃったように江戸城会場はね、はい、もう極めて静粛に行われたわけで、はい、もうずっと長い歴史の中でね、ものすごい激しい戦いをしたってことはないわけでしかも日本っていうのはあの長い長い神話の世界の中から生まれてきた皇室を中心としてその下に政治権力、経済の権力を持ってる人たちの権力と 皇室の権威というこの二重構造の中で国を統治してきたわけですねだから日本の政府というもの国というものはある意味こう自然発生的に生まれた非常に穏やかな国柄ですよね、うん、その穏やかな国柄のの、うん、こんばんは こんばんは。よろしくお願いいたします。このところ、百田さんと一緒に、あちこちで。え、もうこの10日ぐらいで3回目です。そうですね。この前は百田さんのインターネットテレビの。はい、私の、あの、百田直樹チャンネルに、桜井先生出ていただきまして、その後にまた、あの、虎ノ門シアターの8入りというニュースで、これまた2時間生放送でやっていただきまして、ありがとうございます。今夜は私の方の言論テレビにおいただありがとうございます。行ったり来たりですそうですね。百田さん はい、あのこのところ本当に日本が世界の中で大きな役割を果たすんじゃないかと思われる、うんうん、そのチャンスがいくつもいくつも形になって出てきていて例えばですね11月の初めに日中韓の首脳会談が開かれました。 中国の脅威というものをもう現実のものとしてしっかり見るところから全ての経済においても安全保障においても外交においても歴史問題においてもその日本のこの取るべき道が明らかになると思うんですけどもこの辺やっぱり日本人はあのまあ うんと気がついてはいると思いますけどもまだまだ実態を見てない人たちもいいるみたいそうですね私が思うには<え>、えー、実は、ねあのまあ、最近、中国が南シナ海、はい、それからほ、ま、か、あ、にもです、ねまあ、国内問題でも、うん、それからあの本当にその太平洋に関してどん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 ん侵食していく、うん、でそのことで、えー、いわゆる東南アジアの諸国あるいはオーストラリアとかニュージーランドも、うん、あるいはその遠く離れてヨーロッパの国もこれはちょっと中国はあかんぞとそ<う>やりすぎやと、うん、ひどいなということねようやく気がついてきた。 ところが、うん、今世界の国を見てですね、うん、実は一番気が付いてないのは日本人じゃないかなという気がするんですよね。日本人は昔からね、あのー、なんとなく中国に対してはあなんか親近感を持ってるとか 中国の古典も好きですし、うんはい、えー、三国志とか水古典っていうのは日本人は大好きですからね。はい、ところは、えそ、ー、うところはそういう中国で僕らが呼んでる中国の古典の国とは全く今の中国は違う国だということをね、うん、多くの日本人に知ってもらいたいなと思ってそうですね。で、えー、まあこれがね、本当に日本人はあんまりよく知らないということだけでなくてですね、 実は政治かも知らないんじゃないかと思うことが多いんですよ。のね、その国民は中国やっぱりけしからんと思ってるわけですよ。その、うん。 記憶あのユネスコの記憶遺産の心あ,あ,ある人はね、うん、でもいわゆるその政治となると、ねうん、意外に親中派の人たちってまだたくさんんいるんですよねあの野党の人たちは皆党と,とにかく君,君たちはまるで中国のその党の共,中国共産党の,あの支部下というようなそういう発言をしますよね <laughs>、はい、あの国会なんかでも、えー、それはもう完全に日本の国益じゃなくて中国の国益を代表して喋ってるなという、うんまあ、そういう野党はたくさんいるんですが、はい、で実は 厄介なのはまあ野党は置いといて置いといたかんのですよ本当は実は自民党の中にも、うんうん、まあ獅子心中の虫と言いますかね、うんえー、それ中国のその工作員かと思うような、うん、そういう方結構いらっしゃいますよね、うんうん、どんな人のことですかえとねまあいっぱいここで名前呼んでいからいろいろあるんですけどね <laughs> はい、はいろ、はいろ名前あるんですがまあ最近はそうですね記事になったことでまあニュースになったことで言いますと、うんえー、野田聖子さんが、はい えっ、ーえー、と、BS のテレビ番組で、えええー、今週ですかね、ええ、あのー、ええ、ちょっととんでもない発表をいたしまして。あのね、ここに実はですね、はい、あのー、 あの、時事通信が配信した野田聖子さんの発言があるんです、ねうん、ちょっとこれ読んでみたいと思うんですけども、4日の夜の BS 日テレの真相ニュースという、えー、番組で、えー、中国があの南シナ海で作っている人工の島のことについてですね、はい、直接日本には関係がない、えー、南沙諸島で何かあっても、 日本は独自路線で対中国の外交に徹するべきだと語ったとこれ時事通信が報道している、はい、もう一つあってですね、はい、野田さんは南沙の問題を棚上げするくらいの活発な経済政策とかお互いの目先のメリットにつながるような二国間交渉をやっていけなければいけない南沙の問題棚上げできるわけですよ その南シナ海で何があっても日本は関係ない。関係ないこれ政治家の発言ですかね。えー、ちょっとひどいですね。もう、うん、その国際認識とか、えー、いわゆる中国のそのいわゆる武力の問題とかあのいわゆる周辺危機に対する圧力を一切無視してますよね。いやあまりにもね、うん、おかしいと思うのはですね、うんうん、今その国際社会の中で。 南沙諸島で中国がやってる蛮行ですね、埋め立てて、軍事要塞のようにして、もう3000メートル級の滑走路を作って、そこにアンテナ立てて、深い海のところに港を作って、その空母も入れるようにしたりということで、南沙諸島で中国がしていることに対して、みんな戦々恐々と恐れ抱いて世界の国がね、特に周辺国なんかもどうなるんやという感じですよね。中国大陸がこういうになります。そしてフィリピンがこううにあります。 でいわゆるスプラトリー諸島南沙諸島というやつはこの辺にあるんですねフィリピンのすぐ近くに。でここを中国は自分のもんだと勝手に言い張って、うん、そしてここを自分のもんだと言い張ってるからこの辺の海が全部自分のもんだって言ってるんですよね。ひどい話ですよね、うん、中国は南シナ海こう地球儀で見ますとね、はい、あのちょっと細長い縦長の海になるんですけどもこの細長い縦長の地球儀上の海をですね 八割以上九割型中国のものだと言ってるんですね。うんはい、でその根拠は何かというと、千九百四十年代の後半に国民党がこの九つの線をこう引いた、はい、これが根拠で何の国際法にも何にも基づかないんですね。はい、でこのあのアジア安全保障会議というのがシンガポールで毎年あるんですけども、はい、去年中国のその人民解放軍のナンバーツーの 王中という人に対してフロアから質問が出て「あなたの国は南沙諸島、うん、もう8割9割型中国のものだ」と言うけども、うん、国際法の根拠は何だと聞いたんですようん、うん、そしたら「国際法なんて関係ないと」と、うん、もう2,000年前からこの中国の領有権は決まってるんだって言ってもう品質を買ってしまったんですね。 全くどこの国にも相入れないもんですからね、それはちょっと一旦置いといて、ええ、えまあそれほどの,その中国の,その横暴に関して、ですね、ええ、えまあ今回の野田聖子さんの発言は、ですね、ええ、それを認めている発言ですから、<coughs> これですから、完全に中国の国益に沿った発言なんですね。私は情けないのは、ね、うん、野田聖子さん。 ええー、まあ一部ではね、うん、日本初の、その、女性最小になるんじゃないかというふうに、はい、持ち上げる方いらっしゃいます。ええー、それから、あのこの間もその、総裁選に出るって言って、はい、もう出る直前まで行きましたよね。はい、でね、ええー、つまり、まあ日本の首相を、いわゆるその、首相の座を狙う。 といいうぐらのの立場の方でですすねね、うん、これがです、ね、全く日本の国益関係、うん、まあ日本の国益が置いといてそれいわゆる世界の平和とか秩序をです、ねえー、無視して、うんえー、中国の国益にそういうような発言をするこういう人が果たして首相で首相こ,こういう人が首相候補というこの自民党の情けなさというのはすびっくりしたんですよね野田さんはね。うん <laughs> リベラルであることは確かなんですけども、うん、この発言時事通信が報道してますけども、うん、あの本当にそのような発言をなさるということは、うん、勉強あまりにもしてないですね、うん、そしてその世界が今何を問題としているかということについての政治家としての自覚というものがなくってやっぱり自民党の中にこういった人がいるっていうこと自体がですね、うん、やっぱりその自民党の 何ですかね、その党全体としての印象を悪くしますよね総裁選、まあ、結局出ませんでしたけど、はい、あの時も私はね、ちょっと相当向かって。 あの頃はちょうどあの安保法案が通るか通らないかということで,、はいでえー、いわゆる自民党はも,もうまさにその一心となってその法案解、うん、決に向けて動いてたわけですね。うんうん、でちょうどその最中にいわゆる、まあ、たまたま総裁選があったんですが、うんあまあ、結局無投票だったんですが、えー、もし仮に野田聖子さんに推薦人が何人か集まってて、うん、総裁選になったとしたらですね、うんえー、安保法案というこの日本の運命を決める一番大事な法案の最中に自民党が さつに分かれてまたそうやれようないかというね、これを大きな安保法案にとってマイナスになるんですよね。うん、で,ねで、そういうことが野田さんが分かってなかったのかと思ってね。まあさい、まあ幸いにしてね結局。だってアメリカはイギリスから独立して、うん、本国とものすごい激しい戦いをしたわけですね。フランスはフランスであのあの革命を起こして。はい、フランス革命ね。そうです。はい、国王ギロチン大に送ってですね、血の革命を経て。 国を作ったわけでここではやっぱり国民民衆と政府というものがすごく対立をする構図ができていたわけですね。はいはい、でも このような国柄と日本って違うじゃないですか。全く違いますさっきおっしゃったように江戸城開城はね、はい、もう極めて静粛に行われたわけで、はい、もうずっと長い歴史の中でね、ものすごい激しい戦いをしたってことはないわけでしかも日本っていうのはあの長い長い神話の世界の中から生まれてきた皇室を中心としてその下に政治権力、経済の権力を持ってる人たちの権力と 皇室ののの権威というこの二重構造の中でで国を統治してきたわけですねだから日本の政府というもの国というものはある意味こう自然発生的に生まれた非常に穏やかな国柄ですよね、うん、その穏やかな国柄のその国の根本である憲法をもう非常に激しい戦いの中から生まれたアメリカやフランスのものを持ってきて コピペをして作るっていうのがおかしいですよね。うん、おかしいですねで。さらに言いますと、あのー、まあそういう、えー、まあフランスとフランスとアメリカのね、そういう歴史的違いもありますけど、憲法というのはその国の。 持つ国民の持ついわゆる文化風習、はい、伝統思想、えええー、あるいは私生観、ええ、あるいは宗教観こういうものが凝縮されたものであるはずなんですよね、ええ、ですからほ本当にそのそのその憲法を読めばこの国はどういうあり方をするかこの国の国民はどういう国民かもうそれだけで分かるぐらいのものでないといけないのに、うん、ところがその世界各国から集めてきたもんですから、うん、もうそこにはそのいわゆる日本国憲法にはあこれが日本という国かというそういうこの国柄を表すもは何もないんですね。 だからその国柄というものを、ね、失ってしまった今の憲法をそのどういうふうにあのあの百田さんはあの国民の皆さんあの一般の方々たちにここが問題なのよというふうにプレゼンテーションしようと思っていらっしゃる。 そうですね。まあ、あの、いくつもあるんですけど、まあ、一番大きいのは、九、まあ、条ですよね。あの、もともと救条というのは、まあ、今平和憲法というふうに誤解されておりますが、うん、えー、これはアメリカ軍がですね、あの、まあ、非常に停滞、あの、夕食人質で初めて停滞に喰らった、うん、あの白、はい白、白人がね。うん、ですからもうこの国は二度と、 偉大なる白人様に、えええー、歯向かえないような国にしようというのが最初の目的だったんですね。ええ、それで、いわゆる公選権を認めないという。はい、で、この時に作ったその刑事さんがね、はい、その24人のうちのメンバーの刑事さんが、うん、公選権を認めない。これどう、公選権ってどういう意味やろわからん。わ、うん、からない。<あ>確かには考えてほしいと思うんですよね。もう本当にその通りですね。ね、はいで。憲法改正ということがすごく大事なテーマになってくる。でもそれに対して、日本人が、 気がつかないとしたらなぜ気がつかないんでしょう。日本がいかにいい国だったか、前はどんな国だったかということについて、はいええ、でこれでその当時のオスマントルコ今のトルコですねまで無事にお送りしたんですね。でも明治の二十三年というと。うん 明治二十二年に憲法が発布されて、うん、そして。明治二十七年、それから明治三十七年と。私たちは日清日露の戦争をするわけですね。その前ですよ。だからまだ力はすごく小さくって、うん、この軍艦なんか。限られたものしかなかったのに、そのうちの二隻を。 このために割いてですねずっとこれここに地図があるんですけどもこれはこのエルトゥールル号がイスタンブールをあのたって日本に来たこれルートなんですね。はい、でこのルートを今度は反対に逆に日本からずっとこの69人の人たちを乗せてさっきのコンゴ・ヒエの2隻で送り届けたんですよ。はー これすごいことだと思うんですよね。すごいですね。いや、普通に例えば、イスタンブルが出てですね、日本に作るのに、これ1年かかってますからね。そうです、そうです、そうです。ですから当然、向こう持っていくのも相当時間かかる相当時間かかるもちろんこれはいろんなところで寄港して時間を費やしてるのも関わらず、そういうことあったにしてはね、そのまま行ったにしてもやっぱり時間かかるますででもこれ行って、また日本に帰るわけですから、これ大変な大航海ですよ。そうです。しかもね、明治の政府っていうのは、 着替えはしっかりしたけども、うん、まだまだ十分な力はない時に、これをしてあげたというので、うん、トルコの人たち大変喜んで、うん、で、そのことを今、あの、百田さんおっしゃったように忘れていないんですね。トルコの方はね。<で>はい、そうなんです。だからここにそのトルコのね、きあの、博物館でこのようなその遺品展というのをしてくださってるわけですが、で、湾岸戦争の時に、うん、あの、 イラクがクエェートをあの攻撃して多くの日本人がそのクエェートで人質になったじゃないですか、はいはい、その人たちを助けるのに当時は自衛隊の飛行機もあの出せない、えー、民間の飛行機も行ってくれないじゃあ日本人の人質どうやって日本に連れ帰るんですかっていった時にトルコ政府がこのエルトゥールル号のことを思い出してくださって。はあ、トルコ政府が 二機の飛行機出してくれて、日本人を送り届けてくれた。ああ、日本政府も出してくれなかったわけでいや、日本政府は自衛隊、当時法律があって、出せないわけですよね。で、民間が行くようなところではないというので、日本飛行機出せなくって、日本人をどうやって救うんですかっていう時に、トルコが助けてくれたとい100年前のこと。情けないですよね。情けない。家の商売みたいなもんで、代々継いでいくとかね。 こう、だから本当にね、日本は戦後70年、こう、本当に世界、まあ安保のおかげで、ぬくぬくと、いわゆる平和を享受して、そして、ええ、まあ昭和30年代に、こう、所得倍増計画、それから、さらに高度経済成長で、もう完全に、いわゆる国防とか、いわゆる国のあり方をどうするかということを、そう、ほっぽってですね、もうただ金儲けと経済だけに邁進して、まあそれでまあ日本は大金持ちになったわけですけど、まあこの50年、60年代に大事なことを忘れましたね。ねえよ。 本当にね今ねその大事なことを忘れたのを取り戻そうというのがねやっぱり安倍政権だろうと思うんですね例えばさっきちょっと日韓 あの日中韓の首脳会談の話をちょっとしましたけどもあの首脳会談する時もね韓国はこの慰安婦問題でねあのあごめんなさいこれは会見ですけども韓国は慰安婦問題でその日本国の謝罪というものを前提条件にしていたし中国はですねここにあるように首相が靖国参拝をやめなさいと。 尖閣は中国の領土であると認めて、尖閣に領土問題は存在しないんだということを認めなさいと。この二つを中国は首脳会談の前提条件としていた。<laughs> この 韓国の前提条件、慰安婦についての前提条件、中国の前提条件、うん、全部認めないで、うん、安倍さんはこの首脳会談を実現させた、つまり中国と韓国が譲って日本の外交的勝利だったという結果になったわけですね、うんうん、ここまで来るのに、ものすごくやっぱり安倍さんは苦労して、やはり日本の力を強めなきゃいけない、はい、状況がいかに厳しいかということをその認識して対策を取らなきゃいけないというところに立ったわけですよね。私ははそれは すごくよくやってると思うんですがこれからもう一歩先に行かなきゃいけないんでしょ、うん、日本国を変えるために、はい、これ憲法改正だと思うんですね申し訳通りですねでも、はい、今の自民党を見てるとこの憲法改正のにどれだけその積極的なのかというのが 見えてこないんですそうですすそうねまだにまだだからこれさっきの話ですけど <laughs> あの、えー、憲法改正を口にすると、えー、自分の地元では次の選挙で落ちるんじゃないかというそういうばかなことを心配している議員がたくさんいますからね本当にその日本国の将来、えー、日本の、えー、20年後、30年後あるいはさらに50年後の、えー、日本の安全というよりも、えー、次の1年後、2年後の自分の,その選挙を心配しているというね。うんうん まあ情けないですよね。本当にそのそうです、ね、日本のこと日本のことを考えてもらいたいなと思いますけど。あの南シナ海はね、うん、もう本当に中国はどんどん七つの海を埋め立てて、うん、もう東京島も百七十四個分ですか。うん、大阪の方たちは甲子園救助あれだと二百六十個分ぐらいなんですってね。<laughs> なんだかすごい面積を埋め立てて、はい、もうどんどんその軍事要塞化している東北。日がようやく気がついてきたところは今。うん 世界の国を見てですね、うん、実は一番気がついてないのは日本人じゃないかなという気がするんですよね。うん、あの日本人は昔からね、あのなんとなく中国に対してはあなんか親近感を持ってるとか。 うん、中国の古典も好きですし、はい、えー、三国書が水古典っていうのは日本人が大好きですからね。はい、ところは、えー、そうところはそういう中国で僕らが呼んでる中国の古典の国とは全く今の中国が違う国だということをね、うん、多くの日本人に知ってもらいたいなと思ってる。そうですね。で、えー、まあこれがね、本当に、えーえー、日本人はあんまりよく知らないということだけじゃなくてですね、えー 実は政治家も知らないんじゃないかと思うこと多いんですよ、ね。その国民は中国やっぱりけしからんと思ってるわけですよ。その、うん。 記憶あのユネスコの記憶遺産の心ある人はね、うん、でもいわゆるその政治となると、ねうん、意外に親中派の人たちってまだたくさんんいるんですよねあの野党の人たちは皆ととにかく君,君たちはまるで中国のその党の共,中国共産党の支部かというようなそういう発言をしますよね <laughs>、はい、あの国会なんかでも、えー、それはもう完全に日本の国益じゃなくて中国の国益を代表して喋ってるなという、うんまあ、そういう野党はたくさんいるんですが、はい、で実は 厄介なのはまあ野党は置いと言っても多いと高なのです本当は実は自民党の中にも、うんうん、まあ獅子心中の虫と言いますかね、うんえー、それ中国のその工作員かと思うような、うん、そういう方結構いらっしゃいますよね、うんうんえー、どんな人のことですかえっとねまあいっぱいここで名前言うといいからいろいろあるんですけどね <laughs> はい、はいろ、はいろ名前あるんですがまあ最近はそうですね記事になったことでまあニュースになったことで言いますと、うんえー、野田聖子さんが、はい えーえー、BS のテレビ番組で、えええー、今週ですかねちょっととんでもない発表をいたしましてあの、ね、ここに実はですね時事通信が配信した野田聖子さんの「うん 発言があるんですね。<ー>ちょっとこれ読んでみたいと思うんですけども、4日の夜の BS 日テレの真相ニュースという、えー、2日前ですねそう番組で、えー、中国があの南シナ海で作っている人工の島のことについてですね、はいえー、直接日本には関係がない、えー、南沙諸島で何かあっても、 日本は独自路線で対中国の外交に徹するべきだと語ったとこれ時事通信が報道している、はい、もう一つあってですね野田さんは難査の問題を棚上げするくらいの活発な経済政策とかお互いの目先のメリットにつながるような二国間交渉をやっていけなければいけない難査の問題棚上げできるしかもその。 その南シナ海で何があっても日本は関係ない関係ないとこれ政治家の発言ですかね、えー、ちょっとひどいですねもう、うん、その国際認識とか、えー、いわゆる中国のそのいわゆる武力の問題とかあのー、いわゆる周辺危機に対する圧力を一切無視してますよねいやあまり彼らは <laughs> え君らまだあれ使ってたんか <laughs> だって話してます,す、ね、あれまだ使ってんの、えーえー そういう感じで。だから彼ら自身は、ね、作った彼ら自身は、まさかそれが30年後、40年後にもその憲法が残ってるとは思ってなかったんですよ。ええええ、つまり、あくまで、こう、暫定的なもの。うん、つまり、あの、アメリカ軍が占領しているわずかな期間の、いわゆる占領基本法みたいな形で、自分たちは作ったものだと思ってたんですね。だから、その、にもかかわらず、あれから30年も経ってるわけですね。西治さんがアメリカに行って聞いてから、またさらに30年経って <laughs>、ね。<laughs> まだ、私たちは一言も変えることは大変なことですね。あね。かつて石原慎太郎さんがね、はい、せめて前文、前文のね、うん、せめて前文の、うん、いわゆる諸国民の公正と真偽に信頼して、せめて公正と真偽を信頼してという正しい日本語に書いてくれ一文字変えた,た、ま、せめてこの一文字だけでも書いてくれと、ええ、日本語としておかしいとてう、ええ、言うたことあるんですけどね。角、ねはい、田さんね、こういった訴えをしているときに、うん、いろんな人からの,その反応っていうのは受けますか こう話をした時、うんえー、受けますよ。あのー、若い人たちどんな反応します？あのね、うんえー、今の若い人たちは、えー、あの特にやっぱりネットを知ってる方たちはですね、えー、あのー、そういうやっぱり四語結構おかしいってことははっきり気づいてますね。なるほど。はい。えー、で、ですからネットの社会といわゆるネットを知らない社会はまた違います。 うんうん、えですから先ほどの野田聖子さんの話しましたね。はいええ、え実は野田聖子さんのこの発言がですね、ええ、実は一般の新聞で全く載ってないんですよ。ああ、私も新聞見て見ませんでしたね。はい、ネットの世界では広がってるんです。ええええ、ですからね、ええ、新聞だけしか見ない人はかなりこの情報が遅れるところがあります。ああ、ということはね、はい、その。 やっぱり若い人たちは物事をあまり知らないとか新聞を読まないからだめだとかまあ大人は言いますよね、だんだん文字文化が伝てれるもちろん文字文化が伝てれるのは困るんですけどもネットを見ている若者たちはかなりいい反応があるそうですね、あのーうん、今もあのこの間の安保法案がありまして、はいえー、安保が可決されました、はい、でそれに反対する団体がですね野党をはじめとそういう団体が、はいえー、この安保法案をもう一度葬り去るために2000万人署名を集めやる。 ありましたねこの間ネットを見てますとツイッターでその団体がこれを拡散してくれというからそういうようなツイッターがあったんです万のツイッターには面白いことがありましてリツイートといってこれをみんなに知らせたいというとになってくると自分のツイッターにそれを載せて広げていくわけですところが2000万署名やるので頑張りますという団体のツイートがほとんど広がってないんです。リツイートす少ない ですよ。ああですから。<う>はい。だから、いわゆる、そのインターネットの中ではですね。うん、あの、非常に冷ややかに見られてるな、というのも、それでわかりますね。うんうん、はい。いや、私ね、あの、国会の前でね、安保法制反対の、うん。うん あの、運動。作られた。えー、で、マッカーサーがですね、もうその戦前の日本国憲法を壊して、えー、日本を自分たちの都合のいい国に作り変えようと。で、そのためには、まず憲法を、自分たちの都合のいい憲法を与えようと。で、その憲法を、うん、作るのに、えー、当時、まあ、GHQ の民政局というのがあったんですが、はい、その民政局にあの、はいえー、働いている24人のメンバーを集めて、うんえー、日本国憲法の総案を作れと。えー、わ、えー、かりました。で、その24人は、 えー、法律の専門家は弁護士が3人いただけで、はい、あとはもうあとの2人以上は法律何も知らない人だった。うん、憲法の専門家は憲法の専門家はゼロ。 そうですね。はい。あの、アメリカの弁護士はすぐになれますからね。はい。だから、日本の弁護士もだいぶ地位が低いんですけども、その弁護士も憲法専門家一人もいない。あと、残り20人の中にはですね、えいわゆる21歳の女性タイピストなんか持ったぐらいで、だから完全にド素人の事務員とか、そのいっぱいおったんですね。で、それにマッカーが、ーが草案を作れと。わかりました。メーレからね、業務メーレからやりますと。え時間はどのぐらいですか ?1 週間。 いひ一週間でね、ね<ー>えー、日本国憲法、一国の憲法の草案を作れと。当,当然、草案ってできません、うんで。できませんから、彼らどうしたかというと、うんえー、東京都内にあったあ図書館に行って、うん、世界各国の憲法を。うん そっからコピーペーストしたんですよ。コピペをやっちゃった。コピペんですコピペなんか今したらですね、試験も落ちちゃうし。はい、あの、論文さえも、否定されますた。おぼかたさんもコピペをしていたということで。それは十何年経ってから、あの、白紙号、あの、剥出されましたね。つまりコピペーは絶対弾けない。ところは、彼らは仕方ないんでコピペーをしたんです。専門家、憲法知らないですからね。だから、ソ連のスターリン憲法。あ、これこれ使える。あ、これつうか。 あドイツのワイマール憲法あこれも通過を、うん、そうやって世界各国の、まあ、アメリカの独立宣言もこれリンカーのゲティスバーグ演説なんかも、ね、そうそうあリンカーのこの演説これ通過をと、うん、だからそうやってもう世界各国の憲法から集めてよし集めてできた憲法なんですよ。うん で、しかもその憲法がアメリカ軍英語で書きます。アメリカで英語で書きますから。うん、で、その憲法一週間やてきて、で、日本語に渡して、えー、これを翻訳しろと。うん、で、も翻訳期間はわずか二日しかなくて。2二<ー>日で必死で翻訳したから。だから,だからあんな変な日本語が。はい。もう日本語としておかしい。うん、あるいは翻訳ビスとかね、そんないっぱいあって、ま、うん、だにそれが一時も変えられてないという。はい。 はい、そうですね。それでね、その時にその憲法を作った時の一番参考に、ね、されてしまったのが。アメリカの憲法とフランスの憲法ですよね。うんうん、でも、このアメリカの憲法とフランスの憲法はそれぞれの国の。国柄を表しているわけで、アメリカもフランスも。 戦いの炎の中で国ができたわけでしょ。うん、だってアメリカはイギリスから独立して、本国とものすごい激しい戦いをしたわけですね。フランスはフランスで、あの、あの、革命を起こして。フランス革命ね。そうです。はい 国王ギロジン大に送ってですね血のけども、えー、4日の夜の BS 日テレの真相ニュースというです、ねはい、番組で、えー、中国があの南シナ海で作っている人工の島のことについてですね、はい、直接日本には関係がない、えー、南沙諸島で何かあっても 日本は独自路線で対中国の外交に徹するべきだと語ったとこれ時事通信が報道している、はい、もう一つあってですね野田さんは「難査の問題を棚上げするくらいの活発な経済政策とかお互いの目先のメリットにつながるような二国間交渉をやっていけなければいけない難査の問題棚上げできるしかもその」 その南シナ海で何があっても日本は関係ない。関係ないことこれ、政治家の発言ですかねええ。 ちょっとひどいですね国際認識とか、えー、いわゆる中国の,そのいわゆる武力の問題とかあのいわゆる周辺危機に対する圧力を一切無視してますよねいやあまりにも、ねうん、おかしいと思うのはです、ねうん、今、その国際社会の中で南紗諸島で中国がやっている蛮行をです、ねうん、埋め立てて、うん、軍事要塞のようにして3 0 0 0ル級の滑走路を作って、うん、そこにアンテナを立てて深い海のところに港を作って その空母も入れるようにしたりということで、うん、南沙諸島で中国がしていることに対して、うん、みんな戦々恐々と恐れを抱いてい世界の国がね、はい、特にもう周辺国なんかもどうなるんいう感じですよねうです中国大陸がこうになります、うん、そしてフィリピンがこうになります。うん で、いわゆるスプラトリー諸島、南沙諸島というやつは、この辺にあるんですね、フィリピンのすぐ近くに。ええ、そうです。で、ここを中国は自分のもんだと勝手に言い張って、うん、そしてここを自分のもんだと言い張ってるから、この辺の海が全部自分のもんだって言ってるんですよね。そうなんです。ひどい話ですよね。うん、中国は南シナ海、こう地球儀で見ますとね、はい、あの、ちょっと細長い縦長の海になるんですけども、この細長い縦長の地球儀上の海をですね、 8割以上9割型中国のものだと言ってるんですね。うんはい、で、その根拠は何かというと、1940年代の後半に国民党がこの9つの線をこう引いた、これが根拠で、何の国際法にも何にも基づかないんですね。で、はい、この、あの、アジア安全保障会議というのがシンガポールで毎年あるんですけども、去年中国のその人民解放軍のナンバー2の 王勘中という人に対してフロアから質問が出て「あなたの国は南沙諸島、うん、もう8割9割方中国のものだ」と言うけども、うん、国際法の根拠は何だと聞いたんですようん、うん、そしたら「国際法なんて関係ないと」と、うん、もう2,000年前からこの中国の領有権は決まってるんだって言ってもう品質を買ってしまったんですね。い <laughs> いやー中国のの価値観というのも,もうまっ <laughs> たくどね、もういくつも挙げられるんですが、まず最初に、どうやってできたかという、これがもう最初からおかしいですね。日本国憲法はね、あの僕ら日本、あの多くの知らない人は日本人が作ったと思ってますが、これは実は日本人が作ったんではなくて、うんえー、当時日本を占領してた、昭和21年当時日本を占領してたアメリカの進駐軍あ、占領軍ですね。うん、占領軍があマッカーサーの支援によって作られた、うんで。マッカーサーがですね、もうその戦前の日本国憲法を壊して、えー、日本を自分たちの都合のい、ね、くに作り変えようと。でその時 ためにはまず憲法を自分たちの都合のいい憲法を与えようとでその憲法を、うん、作るのに、えー、当時まあ GHQ の民政局というのがあったんですが、はい、その民政局にあの、はいえー、働いている24人のメンバーを集めて、うんえー、日本国憲法の草案を作れとわ、ねえー、かりましたでその24人は、えー、法律の専門家は弁護士が3人いただけで、はい、あとはもうあとの20人以上は、うん、法律何も知らない人だった憲法の専門家は憲法の専門家ゼロ そうですはい。あの、アメリカの弁護士はすぐ慣なれますからね。はい。だから、日本の、日本の弁護士もだいぶ地位が低いですけども、その弁護士も、憲法専門家一人もいない。あと、残る20人の中にはですね、えいわゆる21歳の女性タイピストなんか持ったぐらいだから完全にど素人の事務員とか、その人いっぱいおったんですね。で、それに真っ赤朝が、え案を作れと。わかりました。メールやからね、業務メールからやりますと。え時間はどのぐらいですか ?1 週間。 <laughs> ひ一週,週間でね,ね、えええー、日本国憲法、一国の憲法の草案を作れと、ええ。当然、草案ってできません。うん、できませんから、彼らどうしたかというと、うんえー、東京都内にあったあ図書館に行って、うん、世界各国の憲法を。うん そっからコピーペーストしたんですよ。コピペーをやっちゃって。コピペーやったんですコピペーなんか今したらですね、試験も落ちちゃうし。はい、あの、論文さえも、あの、否定されますた。否定されまはい。おぼかたさんもコピペーをしていたということで。それ1十何年経ってから、あの、博士号、あの、剥奪されましたね。つまりコピペーは絶対弾けない。ところは、彼らは仕方ないでコピペーしてんです。コピペーをしたんです。専門家、憲法知らないですからね。だから、ソ連のスターリン憲法。あ、これこれ使える。あ、これつうか。 あドイツのワイマール憲法あこも通貨を、うん、そうやって世界各国の、まあ、アメリカの独立宣言文リンカーのゲティスバーグ演説なんかも、ね、そうそうあリンカーのこの演説これ通過をと、うん、だからそうやってもう世界各国の憲法から集めてよし集めてできた憲法なんですよ。うん で、しかもその憲法がアメリカ軍英語で書けます。アメリカで英語で書けでで書きますから。うん、で、その憲法一緒に出いてて、で、日本語に渡して、えー、これを翻訳しろと。うん、で、も翻訳期間わずか2日しかなくて。二 2>, <ー>2日で必死で翻訳したから。だから,だからあんな変な日本語になってる。はい。もう日本語としておかしい。うん、あるいは翻訳ビスとかね、そんないっぱいあって、うん、未だにそれが一時も変えられてないと。いう、はい はい、そうですねそれでねその時にその憲法を作った時の一番参考に、ねはい、されてしまったのがアメリカの憲法とフランスの憲法ですよね、うんうん、でも、このアメリカの憲法とフランスの憲法はそれぞれのもうか、えー、憲法知らないですからね、うん、だから、えー、ソ連のスターリン憲法あこれこれ使えるあこれ通過をドイツのワイマール憲法あこれも通過を、うん、そうやって世界各国のは、まあ、アメリカの独立宣言もそうやのゲティスバーグ演説なんかも見、ね、をって、うん、でだか。ら そうやって、もう世代各国の憲法を集めて、よし集めてできた憲法なんですよ。うん、で、しかも、その憲法がアメリカ語、英語で書け、アメリカで英語で書けますから。うん、でその憲法一色が出てきて、で、日本語に渡して、えー、これを翻訳しろと。うん、でも、翻訳期間は、たか、二日しかなくて。2>, <ー>2日で必死で翻訳したから。だから、からあんな変な日本語はなって、ね。はい、もう日本語としておかしい、あるいは翻訳ミスとかね、そんないっぱいあって、いま、うん、だにそれが一時も変えられてないという。はい はい。そうですね。それでね、その時にその憲法を作った時の一番参考にされてしまったのが、アメリカの憲法と。フランスの憲法ですよね。うんうん、でも、このアメリカの憲法とフランスの憲法はそれぞれの国の国柄を表しているわけで。アメリカもフランスも。 戦いの炎の中で国ができたわけでしょ。うん、だってアメリカはイギリスから独立して、本国とものすごい激しい戦いをしたわけですね。フランスはフランスで、あの、あの革命を起こして、国をギロチン大に送ってですね、血の革命を経て国を作ったわけで、ここではやっぱり国民民衆と政府というものがすごく対立をする構図ができていたわけですね。はいはい、でも このような国柄と日本って違うじゃないですか。全く違います。さっきおっしゃったように江戸城会場はね、はい、もう極めて静粛に行われたわけで、はい、もうずっと長い歴史の中でね、ものすごい激しい戦いをしたってことはないわけでしかも日本っていうのはあの長い長い神話の世界の中から生まれてきた皇室を中心としてその下に政治権力、経済の権力を持ってる人たちの権力と 皇室の権威というこの二重構造の中で国を統治してきたわけですねだから日本の政府というもの国というものはある意味こう自然発生的に生まれた非常に穏やかな国柄ですよね、うん、その穏やかな国柄の,の、うん、こんばんは よろしくお願いいたします。このところ、百田さんと一緒に、あちこちで。え、もうこの10日ぐらいで3回目です。そうですね。この前は百田さんのインターネットテレビの。はい、私の、あの、百田直樹チャンネルに、桜井先生出ていただきまして、その後にまた、あの、虎ノ門シアターの8時入りというニュースで、これまた2時間生放送でやっていただきまして、ありがとうございます。今夜は私の方の言論テレビにお出になていただいて、ありがとうございます。行ったら来たりですそうですね。百田さん はい、あのこのところ本当に日本が世界の中で大きな役割を果たすんじゃないかと思われるそのチャンスがいくつもいくつもあの近づいてないのか近くはないんだなということを感じたんですよね。 お祭りサイやったんだけかという感じがしましたよね。あの時のそのシールズの代表がですね、最後にサインで可決される直前に、もしこれ可決されたら、明日の国会前は今以上にすごいことになるんだけど、翌日国会の前、あれはいませんからね。はい。ですから、単なる本なら、もう、あの運動は一体何だったのだろう。つまり本当に、あの安保法案に反対する運動じゃなくて、何やろ。 そこらはよく、よくわかりません。なんかしたけど。うん みんなわー言うてるから俺もわー行こうかみたいなその程度の動きやったかなという気もしますねうん、うん、まあその社会のことにね関心を持ってくださるのはものすごく大事なことだけれども私はいつもこうもうちょっとこう全体像を見てね若い人たちも判断してほしいなとこの安保法制反対とかね憲法反対というけれども今日本の周りに中国がどういう脅威を及ぼしているかとかねロシアが何をしているかとかヨーロッパでそのロシアや中国のような 国際法を無視した動きが、軍事力を全面に押し立ててあの、ロシアが空爆なんかしてますけども、そういったことで一体何が起きているのかということを知ってほしいと思うんですね。それを知れば、日本もちゃんとそれに対して備えなきゃいけないというふうに思うんですが、百田さん、その映画を作ってらっしゃるでしょ、はい、あの憲法改正の映画というのは、はい まあ私は永遠のゼロみたいなものになってくれるといいなというふうに思ってはいるんですけども、はい、まあそれだけの,あの内容を入れるとしてもですねどこが一番やっぱり日本人のこう機微に訴えるところだと思います若い人たちの機微に憲法改正なぜ必要かという私なんかはね、うん、あの安保法制もそうだけれども、えー、第三章のね、うん あの国民の権利および義務のところがものすごくおかしいと思ってるんですよ、うん、家族のことをちゃんとやらない、うん、誰もその家族の大切さを解かないとかね誰もあのこのエルトゥールル号の人たちが見せ日本人が見せたようにね自分のことも大事にするけどももっと他人のために何かしなきゃいけない、うん、したい、うんうん、でもう無視の無視の奉仕というんですかね、うん、自分の命を犠牲にしても助けてあげようという。 この気持ちというのがやっぱり大事なんだと思うんですけど、うん、今の憲法全くないでしょうこれが。ええー、憲法の中には明文されてないですね。明文されてないし、うんはい、そしてねあのこれちょっとこう今日のテーマとちょっと関わってくるんですが最高裁がもう少しでその、うん、結婚して離婚した女性があのもっと早くなんて言うんでしょうかねあの再婚できるようにとか。うん ということを決める民事の立ってるわけですね。西治さんがアメリカに行って聞いてからまたさらに30年経って。まだ私たちは一言も変えてない。1字たりともね。これは大変なことですね。かって石原慎太郎さんがね、せめて前文、前文のね、せめて前文のいわゆる諸国民の公正と信義に信頼して、せめて公正と信義を信頼してという正しい日本語に書いてくれ一文字書いてたせめてこの一文字だけでも書いてくれと、日本語としておかしい。 しいてうたことあるんですけどね。そうですね。百田さんね、こういった訴えをしているときに、いろんな人からのその反応っていうのを受けますか、お話をしている時き。え、受けますよ。あの若い人たちどんな反応します？あのね、今の若い人たちは、あの特にやっぱりネットを知ってる方たちはですね、あのそういうやっぱり四国憲法おかしいってことははっきり気づいてますね。なるほど。で、ですからネットの社会といわゆるネットを知らない社会はまた違います。 うんうん、えですから先ほどの野田聖子さんの話しますね、はいええ、え実は野田聖子さんのこの発言がですね、ええ、実は一般の新聞では全く載ってないですよああ、私も新聞見て見ませんでしたね、はい、とネットの世界では広がってるんですよ、ええええ、ですからね、ええ、新聞だけしか見ない人はかなりこの情報が遅れるところがありますああ、ということはね、はい、その やっぱり若い人たちは物事をあまり知らないとか新聞を読まないからだめだとかまあ大人は言いますよね、だんだん文字文化が伝てれるもちろん文字文化が伝てれるのは困るんですけどもネットを見ている若者たちはかなりいい反応があるそうですね、あのーうん、今もあのこの間の安保法案がありまして、はいえー、安保が可決されまし、はい、でそれに反対する団体がですね野党をはじめとそういう団体が、はいえー、この安保法案をもう一度葬り去るために2000万人署名を集めやる。 ありましたねこの間ネットを見てますとツイッターでその団体がこれを拡散してくれというからそういうようなツイッターがあったんです万のツイッターには白いことがありましてリツイートといってこれをみんなに知らせたいというとになってくると自分のツイッターにそれを載せて広げていくわけですところが2000万署名やるので頑張りますという団体のツイートがほとんど広がってないんです。リツイートす少ない ですよ。ああですから、ええ、はい。だから、いわゆるそのインターネットの中ではですね。ええ、あの、非常に冷ややかに見られてるなというのも、それでわかりますね。いや、私ね、あの、国会の前でね、安保法制反対の。うんうん あの運動があって、うん、安保法制が通ってもこれまだずっと続けるって言ったけれども、うん、翌日からほとんどこう人がいなくなって、はい、あの、まあそのそ紙メディアがね伝える若者たちが怒って立ち上がったんだということは実態とはそれほどあの近づいてないのか近くはないんだなということを感じたんですよねそうですね。ね結構あれれも終わってみばその お祭り騒ぎやったんだけかという感じがしましたよね。え、あの時のそのシールズはその。はいその この映画を作る時にどういったところがやっぱり一番おかしい点ですかその,あのおかしいところはねいくつも挙げられるんですがうん、うん、まず最初にどうやってできたかいうこれがもう最初からおかしいですね。日本国憲法はねあの僕ら日本あの多くの知らない人は日本人が作ったと思ってますがこれは実は日本人が作ったんではなくて、うんえー、当時日本を占領してた昭和21年当時日本を占領してたアメリカの進駐軍あ占領軍ですね、うん、占領軍があマッカーサーの支援によって作られた。うん、でマッカーサーサが もうその戦前の日本国憲法を壊して、えー、日本を自分たちの都合のいい国に作り変えようとでそのためにはまず憲法を自分たちの都合のいい憲法を与えようとでその憲法を、うん、作るのに、えー、当時 GHQ の民政局とてなったんですが、はい、その民政局にあの、はいえー、働いてる24人のメンバーを集めて、うんえー、日本国憲法の草案を作れと。うんえー、分かりましたでその24人は えー、法律の専門家は弁護士が三人いただけで、はい、あとはもう後の20人以上は法律何も知らない人でした、うん。憲法の専門家は憲法の専門家ゼロ。 そうですはい。あの、アメリカの弁護士はすぐになれますからね。はい。だから、日本の弁護士もだいぶ地位が低いですけども、その弁護士も憲法専門家一人もいない。あと残る20人の中にはですね、えいわゆる21歳の女性タイピストなんか持ったぐらいだから完全にド素人の事務員とか、そのいっぱいおったんですね。で、それにマッカーが、ーが草案を作れと。わかりました。メールからね、業務メールからやりますと。え時間はどのぐらいですか ?1 週間。 <laughs> ひ一 <laughs> 週,<間> <laughs> 週間でね、えーえー、日本国憲法一国の憲法の草案を作れと、えー、当,当然草案ってできません、うん、で,できませんから彼らどうしたかというと、うんえー、東京都内にあったあ図書館に行って、うん、世界各国の憲法を。うん そっからコピーペーストしたんですよ。コピペーをやっちゃっコピペやったんですコピペーなんか今したらですね、試験も落ちちゃうし。はい、あの、論文さえも、あの、否定されますた。否定されまはい。おぼかたさんもコピペーをしていたということで。それで十何年経ってから、あの、白紙号、あの、剥奪されましたね。つまりコピペーは絶対弾けない。ところは、彼らは仕方ないでコピペーしてんです。コピペーをしたんです。専門家、憲法知らないですからね。だから、ソ連のスターリン憲法。あ、これこれ使える。あ、これ使うか。 あドイツのワイマール憲法あこれも通過を、うん、そうやって世界各国の、まあ、アメリカの独立宣言もこれリンカーのゲテスバーグ演説なんかリンカーのこの演説これ通過をと、うん、だからそうやってもう世界各国の憲法から集めて寄り集めてできた憲法なんですよ。うん で、しかもその憲法がアメリカ軍英語で書きます。アメリカで英語で書きますから。で、その憲法一週間できて、日本語に渡して、これ翻訳しろと。でも翻訳期間はわずか2日しかなくて、2日で必死で翻訳したから。だからあんな変な日本語はい、もう日本語としておかしい。あるいは翻訳ミスとかね、そんないっぱいあって、いまだにそれが一時も変えられてないはいはい。そうですね。それでね、その時にその憲法を作った時の一番参考にアジアの国をやっつける時にですね、一つのパターンがあるんですよ。 まずその国に内乱を起こさせるんです。内乱、うんはい内戦。内戦状態を起こさせる。はい、つまり、えー、2つの政府があるような形で内戦を起こす。そうすると、その同じ国民同士が争って争って、うん、主権をもう取るために争って、うん、そして、もうこの国が疲弊しちゃうんですね。うん、でそこに、やすやすと乗り込んで取っちゃうんですよ。なるほど。えー、ですから、あのー、当時フランスもイギリスもですね、うん、日本に内乱を起こさそうとしたんです。なるほど。つまり、爆府軍と、 はい。看護師、あの、ええ、天皇の、あ,の<え>あれ。 それは2つ戦わしてそして日本がこれぐらになってもうお互いにボロボロボロなった時にそこをやすやすと占領しようと、うん、で、えー、実は勝海舟はそれを見抜いてたんですね、はい、でこれではいかんと、うん、だから幕府軍とお官軍がまともに戦ったんでは絶対にどちらが勝ったにしても日本は西洋列強の植民地になると、うん、ですからまあ最後の対応でそのいわゆる世界の歴史上珍しいですねあの政権交代が無血会場で終わったですすごいですよね江戸城、はい、無欠ですよ<う>、はい、しかもね。 江戸城に入っていた官軍はもうその江戸城の,その道から何からきれいに吐き清められていってもうその美しく整然とした あの様子にですね、うん、みんな感動したって言いますね。こんなお城の明け渡しって、他の国ではないですよね。世界にはどこにもないです。うんえー、この時もね、あの西郷隆盛は、ま、もう、生まれついても戦好き。えー、何としても、慶喜の、徳川慶喜の首を切るんだ。はい、で、首をはれるんだ。そのためには、うん、江戸中を焼き払ってもいいと。うん、つまり、もう江戸の町を全部あの広めにしてもいいんだっていう。うん、いう覚悟やったんですけど、はい、その時に、その勝海舟が乗り込んで、ええ、西郷隆盛。 そのあのいわゆるコンコンとといたんですよね。うん、それで最後とか俺はわかりましたというふうに。うん、それで大きな戦いがついに回避されたんですね。大変なことですこれ。すごいですね。はい、<laughs> その当時の日本人の立派さはね、うん、明治になってもずっと受け継がれていて、うん、それは指導層だけではなくって、うん、庶民に至るまで受け継がれていたんですよね。これね今日のね。はい あの今日の読売新聞ちょっと切り取った読売の朝刊なんですけどもちょっと日本とトルコをつなぐ沈没船和歌山沖で遭難した125年前ですよとイスタンブールでその遺品展が行われていますということなんですね。でこのあの船の エルトゥールル号というなんですけども、はい、これ明治日本人は忘れてますけど、トルコの方は今だにこれよく覚えてるんですね。そうなんですよね。はい、これ明治23年にこのエルトゥールル号が和歌山県の串本 っかな、はい、本あそこの沖で遭難をして、はい、夜10時ぐらいですねでそのあのあみんなが海に放り出された船員の一人がその崖をよじ登ってそこにあったあの島の灯台のと,とこ、うん、当時のアメリカの国民日本にギュっとこう黒船外交で。 開国を迫って、やってきて、不平等条約結ばせて、はい、私たち、その頃、国際常識、情報、鎖国して知らないから、知らないで違い方けって何、な、のこと分からないです、ねなん。そうそうそう。<laughs> 結ばされたわけですね。はい、結ばせたアメリカの人口も3000万人なんですよ。 あそうやったんですかだけども向こうは先に工業化をして、はい、もう先にそのものすごい経済を築いて軍事もたくさん持ってて、うん、同じ3,000万人同士で太平洋を挟んで相対峙したらこっちが圧倒的に弱かったわけですねで、うん、でもそういった中でね。 日本はね植民地にならなかったんですよこれはね明治のちょうど明治明治の頃それから幕末の人たちが偉かったですねそうですそれでね私はね、うん、この本をね、うん、3000万人の国民の中のね300万部が売れた これだけ人間としてね学びたい知りたい、うん、立派な日本国,人国民になろうという精神があったから、うん、私は日本国はね、うん その植民地にならずに住んだんだと思うんですよ。うん、あの当時アジアの国々は日本とタイを除けば全部いわゆるその蝕まれてしまったわけでしょ。はい、だから私たちの先人、うん、たった百何十年前ですね、うん、こんなに立派な人たちだったんだということを知ることだけでも、うん、戦前の日本が悪かったなんてことはいいその絶対ありえないというふうに思うんですよね。そうですね。<laughs> 一言よろしいですか。どうぞ。あのー、まあ。 欧米はですね、まあ、アジアの諸国をほとんど植民地にしました。はい、まあその前にアフリカは全部取ってました。ええ、要するに世界の国はもうアジアもアフリカも南アフリカ、南アフリカも全部取られてました。はい、欧米人にね。ええ、えその欧米人はですね、例えばもう、あのー、アジアの国をやっつけるときにですね、一つのパターンがあるんですよ。うん まずその国に内乱を起こさせるんです。内乱。うんはい、内戦が、内戦状態を起こさせる。はい、つまり、二、えー、つの政府があるような形で内戦を起こす。そうすると、その同じ国民同士が争って争って、うん、主権をもう取るために争って、うん、そして、もうこの国が疲弊しちゃうんですね。うん、でそこに、やすやすと乗り込んで取っちゃうんですよ。なるほど。えー、ですから、あのー、フランス、当時フランスもイギリスもですね、うん、日本に内乱を起こさせようとしたんです。なるほど。つまり、爆府軍と、 はい、看護あの、ええ、天皇の、ええ、あれ。 それは2つ戦わせてそして日本がこらごらになってもうお互いにボロボロボロになった時にそこをやすやすと占領しようと、うん、で、えー、実は勝海舟はそれを見抜いてたんですね、はい、でこれではいかんと、うん、だから幕府軍とお官軍がまともに戦ったんでは絶対にどちらが勝ったにしても、うん、日本は西洋列強の植民地になると、うん、ですからまあ最後の対応でそのいわゆる世界の歴史上珍しいですねあの政権交代が無血会場で終わったですすごいですよね。江戸城、はい、無欠ですよ このところ、百田さんと一緒に、あちこちで、はい。ええー、もうこの10日ぐらいで3回目です。そうですね。はい、この前は百田さんのインターネットテレビの。はい、えー、私のあの、えー、百田直樹チャンネル。 に、え桜、ええー、井先生出ていただきまして、えー、その後にまた、あの、虎ノ門シアターの,、はい、の、8時入りというニュースで、はい、あの、これまた2時間生放送でやっていただきまして、はい、ありがとうございます。今夜は私の方の言論テレビにお出になってください。はいはい、ありがとうございます。はい、行ったり来たりですそうですね。はい、百田さんね、あの、このところ本当に日本が、はい、えー、世界の中で大きな役割を果たすんじゃないかと思われる、うんうん そのチャンスがいくつもいくつも形になって出てきていて例えばですね11月の初めに日中韓の首脳会談が開かれました、うんはい、で、この中でやっぱり日本がしっかりやっていくにはね中国の脅威というものを、うん、もう現実のものとしてしっかり見るところからすべ、うん、ての経済においても安全保障においても、はい、外交においても、うん、歴史問題においてもその日本の 取るべき道が明らかになると思うんですけどもこの辺やっぱり日本人はあのまあ うんと気がついてはいると思いますけどもまだまだ実態を見てない人たちもいいるみたいそうですね私が思うには<え>、えー、実は、ねあのま、最近、中国が南シナ海、はい、それから、まああの他にもです、ねまあ、国内問題でも、うん、それからあの本当にその太平洋に関してどん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 ん侵食していく、うん、でそのことで、えー、いわゆる東南アジアの諸国あるいはオーストラリアとかニュージーランドも、うん、あ,あるいはその遠く離れてヨーロッパの国もこれはちょっと中国あかんぞとそ<う>やりすぎやと、うん、ひどいなということを、ね、ようやく気がついてきたと。 ところは今。 世界の国を見てですね、うん、実は一番気がついてないのは日本人じゃないかなという気がするんですよね。うん、あの日本人は昔からねあの、なんとなく中国に対しては、あなんか親近感を持ってるとかあったんで、うん、中国の古典も好きですし、はいえー、三国志とか水古典っていうのは日本人は大好きですからね。はい、ところは、えー、ところはそういう中国で僕らが呼んでる中国の古典の国とは全く今の中国が違う国だということをね、うん、多くの日本人に知ってもらいたいなと思ってそうですね。 本当に、ええ、日本人はあんまりよく知らないということだけじゃなくてですね。ええ、実は政治家も知らないんじゃないかと思うことが多いんですよ、ね。その国民は中国やっぱりけしからんと思ってるわけですよ。うん、その記憶、あのユネスコの記憶遺産の。まあ、心ある方はね。そうそう、はい、心ある人はね。うん、でも、いわゆるその政治となるとね、うん、意外に親中派の人たちって。まだたくさんいるんですよね。あの野党の人たちは港、港とにかく君ら。 君たちはまるで中国のその党の、共中国共産党の,あの支部かというような、そういう発言をしますよね。<laughs> はい、あの国会なんかでも、えー、それはもう完全に日本の国益じゃなくて中国の国益を代表して喋ってるなという、うん、まあそういう野党はたくさんいるんですが、はい、で、実は厄介なのは、まあ野党は置いといて置いといてあかんのですが、えーえー、実は自民党の中にも、うん、まあ死死心中の無視といいますか、日本の政府というもの、国というものは、ある意味、 自然発生的に生まれた非常に穏やかな国柄ですよね、うん、その穏やかな国柄の,その国の根本である憲法を、うん、もう非常に激しい戦いの中から生まれたアメリカやフランスのものを持ってきて、うん、コピペをして作るっていうのがおかしいですよね。さらに言いいますと、あのーまあ、そういう フランスとアメリカの、ね、そういう歴史的な違いもありますけど憲法というのはその国の 持つ国民の持ついわゆる文化風習、はい、伝統思想、えーえー、あるいは私生観、えー、あるいは宗教観こういうものが凝縮されたものであるはずなんですよね、えー、ですからほ本当にそのそのその憲法を読めばこの国はどういうあり方をするかこの国の国民はどういう国民かもうそれだけで分かるぐらいのもんでないといけないのに、うん、ところがその世界各国から集めてきたもんですから、うん、もうそこにはそのいわゆる日本国憲法にはあこれが日本という国かというそういうこの国柄を表すつもは何もないんですね。 だからその国柄というものを、ね、失ってしまった今の憲法をそのどういうふうにあのあの百田さんはあの国民の皆さんあの一般の方々たちにここが問題なのよというふうにプレゼンテーションしようと思っていらっしゃる。 そうですね。まあ、あの、いくつもあるんですけど、まあ、一番大きな、まあ、九条ですよね。あの、もともと救条というのは、まあ、今平和憲法というふうに誤解されておりますが、うん、えー、これはアメリカ軍がですね、あの、まあ、非常に停滞、あの、有色人質で初めて停滞に食らった、はい、あの、白,うん、白人がね。うん、ですからもうこの国は二度と、 偉大なる白人様に、えええー、歯向かえないような国にしようというのが最初の目的だったんですね。ええ、でそれで、いわゆる公選権を認めないという。で、この時に作ったその、刑事さんがね、はい、その24人のうちのメンバーの刑事さんが、はい、公選権を認めない。これどう、公選権ってどういう意味やろわからん、ええ。わからない。わからない。はい。わからんけど、でもまあ、書いとけってなるもんでね。 かでなおかつまだこれ面白い話がありましてね後日談が憲法学者の西治さんが憲法ができて約40年経ってアメリカに渡ってその当時憲法作成の草案に関わった24人の人たちをずっと回ってインタビューしてそのうち彼亡くなってたんですがまだ柔軟に意見をか取られてそこで「あの時の憲法はどういう理にでできたんですか細かいところはどんなふうにやったんですか?」と聞いたらまずその答える前に彼らは「えっ 君らまだあれ使ってたんかあれまだ使ってんの そういう観点、だから彼ら自身は、ね、作った彼ら自身は。まさかそれが三十年後四十年後にもその憲法が残ってるとは思ってなかったんですよ。ええ、つまり、ええ、あくまでこう暫定的なもの、つまり、うん、あのアメリカ軍が占領しているわずかな期間の。いわゆる占領基本法みたいな形で、自分たちは作ったものだと思ってたんですね。はい。だからそのす、にもかも、私はいつもこう、もうちょっとこう全体像を見てね。うん、若い人たちも判断してほしいなと、うん、この安保法制反対とかね、憲法反対とて言うけれども。今。 日本の周りに中国がどういう脅威を及ぼしているかとかねロシアが何をしているかとかヨーロッパでそのロシアや中国のような国際法を無視した動きが軍事力を全面に押し立ててあのロシアが空爆なんかしてますけどもそういったことで一体何が起きているのかということを知ってほしいと思うんですねそれを知れば日本もちゃんとそれに対して備えなきゃいけないというふうふに思うんですが百田さんその映画を作ってらっしゃるでしょ。 憲法改正の映画というのは、はい、まあ私は永遠のゼロみたいなものになってくれるといいなというふうに思ってはいるんですけども、はい、まあそれだけの,あの内容を入れるとしてもです、ね、どこが一番やっぱり日本人のこう機微に訴えるところだと思います若い人たちの機微に憲法改正なぜ必要かという。私なんかはね、うん あの安保法制もそうだけれども、えー、第三章のね、うん、あの国民の権利および義務のところがものすごくおかしいと思ってるんですよ、うん、家族のことをちゃんとやらない、うん、誰もその家族の大切さを解かないとかね誰もあのこのエルトゥールル号の人たちが見せ日本人が見せたようにね 他人のためになんかしなきゃいけない、うん、したい。うん、で、もう無視の、無視の奉仕というんですかね、うん、自分の命を犠牲にしても助けてあげようという、この気持ちというのが、やっぱり大事なんだと思うんですけど、うん、今の憲法は全くないでしょう、これが。えー、憲法の中には明文されてないですね。明文されてないし、そしてね、あの、これちょっとこう今日のテーマとちょっと関わってくるんですが、最高裁がもう少しで、その、うん 結婚して離婚した女性があのもっと早くなんて言うんでしょうかねあの再婚できるようにとか、うん、あのっていうことをその決める民事の裁判のあに対する判決をもうすぐ出すというふうに言われてますね。で私ねこの日本であのいろんなことが裁判に訴えられて変わっていく、うん、そのプロセスというのはね 本当は政治家がやらなきゃいけないんですよ。うん、もうこのようなその結婚離婚のあり方がダメなのか。 このような家族のあり方がそのダメなのか、本当にそれでいいのかっていうことは、政治家が国会で議論してやらなきゃいけないのに、政治がやらない、例えばその夫婦別姓は認めないとかですね、こういったことになると、夫婦別姓を求める人たちは裁判に持っていくわけですよね。で、裁判に持っていって、裁判はこの憲法を元にやるわけですから、どっちかというと、 リベラルな結果がどんどん出て、主軸を作った方ですね。で、これは実は私、あの、友人にいただいたんですけども、この福沢幸一がこれを書いたのは明治5年から9年にかけて、連載した記事をその一冊の方にまとめたものですよね。この一番最初に出てくるのがですね、天は人の上に人を作らず、人の下に人を作らずと言え、ものすごいこの平等主義、 ですよね、どの人もみんな同じなんだと。はい、生まれてみんな同じようにその機会を与えられ、うん、同じようにいろんなことをする権利があるんですよ、うん、自由があるんですよということを書いた素晴らしい本ですね。でこのね、本が当時どのくらい売れたか知ってますか、ね、いや、知らないです。で百田さん、永遠のゼロ、何百万部いきましたえっと累計で500万部近く。わわ、すごい。500万部近く。ええ これが300万部だったの。ああ、これ300万部、うん、これ3、でも、ね、すごい人口がね、3000万人。はい,はい、はい。だから、はい、だけさ、1億2500万人の時に500万部売れた。はい、これは、はい、今で言うと、1250万部売れたことになる。すごいなぁ。すごいでしょすごいです。それでね、はい、これ、明治5年、9年の、まだ、あの、 あの開国してて年も経っいいない時ですよ、はい、でそれはまだねあのあのお百姓さんもいたし武士はまだちょんまげを切ったばっかりだし、うんはい、でも日本人の識字率もう70%だったんですね。うんうん、で国民の1割がこの本を読んだ。 はい、でそれがね天は人の上に人を作らず人の下に人を作らずと言えり、はい、そして本当にみんなに学びなさい、うん、学ぶということで人間を磨きなさい、うん、日本だけではなくて世界のために働きなさいということを教えたわけですねでこのようなこの本を読んだ国民が三千万人当時のアメリカの国民日本にぎゅーっとこう黒船外交で 開国を迫って、やってきて、不平等条約結ばせて、私たち、その頃、国際常識、情報、鎖国して、知らないから知らないで違いほうけって、なのこと分かんない。そうそうそう。結ばされたわけですね。結ばせたアメリカの人口も3000万人なんですよ。 あそうやったんですかだけども向こうは先に工業化をして、はい、もう先にそのものすごい経済を築いて軍事もたくさん持ってて、うん、同じ3,000万人同士で太平洋を挟んで相対峙したらこっちが圧倒的に弱かったわけですねで、うん、でもそういった中でね。 日本はね、植民地にならなかったんですよ。これはね、明治の、ちょうど明治、明治の頃、それから幕末の人たちが偉かったですね。そうです。それでね、私はね、うん、この本をね、うん、3000万人の国民の中のね、300万部が売れた。これだけ、これだけ人間、うん、あの人間としてね、うん、学びたい、知りたい、<う>ある意味こう、自然発生的に生まれた、うん 非常に穏やかな国柄ですよね。うん、その穏やかな国柄の。その国の根本である憲法を。うん、もう非常に激しい戦いの中から生まれた。アメリカやフランスのものを持ってきて。こびぺをして。作るって言うのがおかしいですよ、ね。おかしいですね, <laughs> ね。さらに言いますと、あのー、まあ、そういう。えー、まあ、フランスと。うん、フランスとアメリカのね、うん、そういう歴史な違いもありますけど。うん、憲法というのは、その国の。 持つ国民の持ついわゆる文化風習、はい、伝統思想、えーえー、あるいは私生観、えー、あるいは宗教観こういうものが凝縮されたものであるはずなんですよね、えー、ですからほ本当にそのそのその憲法を読めばこの国はどういう在り方をするかこの国の国民はどういう国民かもうそれだけで分かるぐらいのもんでないといけないのに、うん、ところがその世界各国から集めてきたもんですから、うん、もうそこにはそのいわゆる日本国憲法にはあこれが日本という国かというそういうこの国柄をわすつもは何もないんですね。 だからその国柄というものを、ね、失ってしまった今の憲法をそのどういうふうにあのあの百田さんはあの国民の皆さんあの一般の方々たちにここが問題なのよというふうにプレゼンテーションしようと思っていらっしゃる。 そうですね。まあ、あの、いくつもあるんですけど、まあ、一番大きな、まあ、救条ですよね。あの、もともと救条というのは、まあ、今平和憲法というふうに誤解されておりますが、うん、えー、これはアメリカ軍がですね、あの、まあ、非常に停滞、あの、有色人質で初めて停滞に食らった、うん、あの、白人がね。うん、ですからもうこの国は二度と、 偉大なる白人様に、えええー、歯向かえないような国に相というのが最初の目的だったんですね、ええで。それで、いわゆる公選権を認めないという。はい、で、この時に作ったその、刑事さんがね、はい、その24人のうちのメンバーの刑事さんが、はいええ、公選権を認めない。これどう、公選権ってどういう意味やろわからん。わ、ええ、からない。わからない。わ、はい、からんけど、でもまあ、書いとけって思っもんでね。 かでなおかつまだこれ面白い話がありましてね後日談が憲法学者の西治さんが憲法ができて約40年経ってアメリカに渡ってその当時憲法作成の草案に関わった24人の人たちをずっと回ってインタビューしてそのうち彼亡くなってたんですがまだ柔軟に意見をか取られてそこで「あの時の憲法はどういうふうにできたんですか細かいところはどんなふうにやったんですか?」と聞いたらまずその答える前に彼らは「えっ?」 君らまだあれ使ってたんかあれまだ使ってんの そういう感じでだから彼ら自身は、えー、作った彼ら自身は。まさかそれが三十年後四十年後にもその憲法が残ってると思ってなかったんですよ。えー、つまり、えー、あくまでこう暫定的なもの。つまり、うん、あのアメリカ軍が占領しているわずかな期間のいわゆる占領基本法みたいな形で。自分たちは作ったものだと思ってたんですね。はい。だからそのにもかかわらず、あれから三十年も経ってるわけですね。議会議員とかいうのはですね。うん、そのいわゆる一種の家業になってるんですね。ああ、うん、なるほどね。これ情けないですよね。家の。 みたいなもんで代々継いでいくとかね。ええ こうだから本当にね、日本は戦後70年、こう、本当に世界、まあ安保のおかげで、ぬくぬくと、いわゆる平和を享受して、そして、まあ昭和30年代に、こう、所得倍増計画それから、さらに高度経済成長で、もう完全に、いわゆる国防とか、いわゆる国のあり方をどうするかということを、そう、ほっぽってですね、もうただ金儲けと経済だけに邁進して、それでまあ日本は大金持ちになったわけですけど、まあ、この50年、60年代に大事なことを忘れましたね。ねえよ。 本当にね今ねその大事なことを忘れたのを取り戻そうというのがねやっぱり安倍政権だろうと思うんですね。例えばさっきちょっと日韓 あの日中間の首脳会談の話をちょっとしましたけれどもあの首脳会談する時もね韓国はこの慰安婦問題でねあのあごめんなさいこれは会見ですけれども韓国は慰安婦問題でその日本国の謝罪というものを前提条件にしていたし中国はですねここにあるように首相が靖国参拝をやめなさいと。 尖閣は中国の領土であると認めて、尖閣に領土問題は存在しないんだということを認めなさいと、この2つを中国は首脳会談の前提条件としていた。<laughs> この韓国の前提条件、慰安婦についての前提条件、中国の前提条件、うん、全部認めないで、うん、安倍さんはこの首脳会談を実現させた、つまり中国と韓国が譲って日本の外交的勝利だったという結果になったわけですね。うん、ここまで来るのに、ものすごくやっぱり、 安倍さんは苦労して、やはり日本の力を強めなきゃいけない、はい、状況がいかに厳しいかということを、うん、その認識して対策を取らなきゃいけないというところに立ったわけですよね。私はそれはすごくよくやってると思うんですが、うん、これからもう一歩先にいかなきゃいけないんでしょ、うん、日本国を変えるために、はい、これ、憲法改正だと思うんですね。申し上げる通りでですねでも、はい、今ののの自民党を見てるとこの憲法改正の、うん にどれだけその積極的なのかというのが。 見えてこないんですそうですね、いまだにまた、だから、これ、さっきの話ですけど、<laughs> あの、えー、憲法改正を口にすると、えー、自分の地元では、次の選挙で落ちるんじゃないかという、そういうバカなことを心配している議員がたくさんいますからね、うん、あの、うんえー、本当にその、日本国の将来、えー、日本の20年後、30年後、あるいはさらに50年後の、日本の安全というよりも、えー、次の1年後、2年後の自分のその選挙を心配しているというね。うんうん まあ情けないですよね本当に日本のことを考えてもらいたいなと思いますけどあの南シナ海はね、うん、もう本当に中国はどんどん7つの海を埋め立てて、うん、もう東京ドーム174個分ですか、うん、大阪の方たちは甲子園球場、うん、あれだと260個分ぐらいなんですってね <laughs> 日本人が見せたようにね。自分のことともも大事にするけどももっと 他人のためになんかしなきゃいけない、うん、したい。うん、で、もう無視の、無視の奉仕というんですかね。うん、自分の命を犠牲しても助けてあげようという、この気持ちというのが、やっぱり大事なんだと思うんですけど、うん、今の憲法は全くないでしょう、これが。ええー、憲法の中には明文さ,、ね、さ,されてないですね。明文されてないし、そしてね、あの、これはちょっとこう今日のテーマとちょっと関わってくるんですが、最高裁がもう少しで、その、うん 結婚して離婚した女性があのもっと早くなんていうんでしょうかねあの再婚できるようにとか、うん、あのということをその決める民事の裁判のに対する判決をもうすぐ出すというふうに言われてますねで私ねこの日本であのいろんなことが裁判に訴えられて変わっていくそのプロセスというのはね。 本当は政治家がやらなきゃいけないんですよ。うん、もうこのようなその結婚離婚のあり方がダメなのか。 このような家族のあり方がそのダメなのか、本当にそれでいいのかっていうことは、政治家が国会で議論してやらなきゃいけないのに、政治がやらない、例えばその夫婦別姓は認めないとかですね、こういったことになると、夫婦別姓を求める人たちは裁判に持っていくわけですよね。で、裁判に持っていって、裁判はこの憲法を元にやるわけですから、どっちかというと、 リベラルな結果がどんどんん出てしまうそうするとこの裁判の最高裁までの結果が出ましたよというので政治を変えてしまうという今こういうやり方が流行ってる流行ってるんですか国際社会の中におけるリベラルな人たちがやるのがその手法なんですね。ものすごく左翼的な 価値観を打ち出してこれを現実の政治家に当てるといやーそういうことはって言ってそのやっぱり政治はある意味でその国民の常識みたいなものを反映してますから、うん、そこで拒否反応が出るとそれを司法の場に持っていってそれをここで変えて逆に政治をこう動かすというんですね私このような考えあのものを見てますとねやっぱり政治家がもっと大そのあのしっかりしないといけないというふうに思ってるんです。うん そうですね、全ての面において。うん、それもありますし、やっぱりその前にやっぱり憲法ですね。あのええ、だから、日本国憲法は今、桜井さんの話聞いてますと、うん、あの非常にリベラルで、えーまあ、かなりああの左右主義者が入ってたんですけどね、実際にはその24年のメンバーだからね、勝、ええはい、って、えー、いわゆるコミュニストが、つまり共産主義者が入ってたんですが、はいでまあ、それはあっ,たあったとしても、いわゆる社会全体としてはまだ日本のいわゆるその戦前からの,その美徳がいっぱい残ってました。えええー、ところがですね、最近、 えー、そのに僕,僕らは日本人の生活をそのいわゆる使用の場においてだんだん、えー、次の1年後、2年後の自分の,その選挙を心配しているという情けないですよね。本当にその 日本のことを考えてもらいたいなと思いますけどあの南シナ海はね、うん、もう本当に中国はどんどん7つの海を埋め立てて、うん、もう東京ドーム174個分ですか、うん、大阪の方たちは甲子園球場あれだと260個分ぐらいなんですって、ね、<laughs> なんだかすごい面積を埋め立てて、はい、もうどんどんその軍事要塞化している東シナ海、我が国の海でも中国が新たに12のプラットフォームを作って、うん、え前のと合わせると16 ここにあってしまって これをずっとある意味つなげるとですね、うん、ものすごいその最前線の軍事基地になるというような状況が生まれていてうん、うん、中国に対してこれはアメリカが、あのー、ラッセンというあの船を入れてですね警告を発しても中国はやめようとしないわけでしょ、うん、で本当に今緊張状態があって、はい、各国々ともに自分たちの国をどうやって守ろうかとかね自分の国をどうやって守ろうかということが最大のテーマになっている時に、うんうん やっぱり野田聖子さんの発言にしてもですね、うん、あまりにもピントが外れていて、うん、この安保法制をやり遂げたことは素晴らしいことだけどもこれで大丈夫かなもうちょっとやらないといけないんじゃないかなということをやはり政治家には考えてほしいと思うんですよね。本本当にににそその通りでですすね,ね、はい、憲法改正とということががごくく大事ななテーマになっててるでもそれに対して日本人が 気がつかないとしたらなぜ気がつかないんでしょう。日本がいかにいい国だったか、前はどんな国だったかということについてあまり思いがこういかないんでしょうかね。あのー、これは僕はまあいろんな理由があると思うんですけど、うん、まあ日本があまりにもそのまあ世界に比べてこの70年、えー、平和に。えー 平和に行き過ぎたということですね。一見平和ね。一見平和で。あともう一つはですね、その間に、ええー、まあもともとの、一番の最初は、まあアメリカの新旧軍がですね、日本に自虐士官、自虐思想を植え付けたことがあるんですが、うん、まあそれにちょうど乗っ,っかった形で、まあ日本のいわゆる左右、いわゆるリベラルマスコミがですね、うん、はい、はい えー、戦前の日本はいかに悪かったかと、えええー。ほっとくと日本はどんどん悪くなるんだと。えええー、自分たちだから自分,たち自分たちが日本を平和にするんだ。だから自分たちのことを聞く,、ええ、聞くんだという。まあ、その<ん> <laughs> キャンペーンをもう何十年も、うん、張り続けましたよね。うんうん、えですからその、まあ今で、今でこそ、ね、ようやくその世界、世、え、論、ー、も変わってきてですね、うん、え憲法おかしいじゃないか、憲法,、うん、憲法改正すべきじゃないかということを言い出すようないろんな人も出てきました。うんうん、けれども、えー、これが例えば20年前、30年前はですね、憲法改正を口にしようもんだら、うんはい、もう社会的制裁を超えられましたよね。そうですよね。はい